はい、おはよう。今日は2018年6月の12日、朝の1時15分です。夜中だね、朝っていうか。よろしく。はい、わざつ。おはよう。たまにはキツネやろうかなと思って。のんちゃん、ああ、腹痛い。ありがとう。株価上限あるかね。わがありがとう。はい、わだつ。ミュウツーがアメリカ人を訴えてんの？へえ、なんで？散々世話になってよかった。なんか訴えることやるようなことあった？なんか事件でもあったのかな？もう全然最近把握してねえわ、配信会のこと。なんかあった？和道さんが気に入って、だってあれだいぶ前じゃないの？だってもう半年以上前じゃない、あれ。今更？今更？何それ？ いや、勝手に訴えればいいんじゃないの。今更被害届出してんのバカでしょ。いや、弾丸塾出ないらしいよ、ドレさん。いや、やばいんだよ。3日間で俺収入さ、3日間の収入いくらだったと思う？3日間。今月あといくらぐらい稼げばいいって、俺今月、その前に聞いてよ。3日でいくら稼いだか。4000円だよ。やばくない？俺3日で4000円だよ。底辺労働にもなってねえよ。底辺労働にも。もう死ぬぜ、本当に。めちゃめちゃ頑張ってんだけどな。もういよいよ終わりかもしれない。きついよな。今月100万稼ぎたいよ。俺は100万に向かって走ってるよ。ねえ、稼ぎたいよね。株はやらない。投資はやらない。配信で稼ぎたい。ミュウツー、金が欲しいから訴えた。いいんじゃない？訴えたきゃ訴えれば。配信は乞食でないでしょ。立派なコンテンツでしょ。立派なコンテンツ。コンテンツクリエイターだから。コンテンツクリエイター。まあ配信業っていうか、俺は遊んでる感覚だけどね。遊びでやってるっていう感覚。遊んでお金を儲けたい。遊んで楽しく。人生一回じゃん。シルバー今休んでるよ。だってこんな、もう寝る時間もないぐらい忙しいのに、シルバーやってる時間ないもん。どこにあんだよ、シルバー作ってる。
シルバー作る時間なんか全然ないよ俺。配信で稼ぐというのは具体的に、あ、そうそう、花火の数が俺の収入の数だよ。バンドもやるよ。そうそう、まずは捨て頃ね。もう捨て頃買って終わりにしよう。あれもこれもいっぺんにはできないでしょ。最近忙しいんだよ本当に。捨て頃直樹兄さんだよ。直樹兄さん、ハッチです、こんばんは。え、本当に狐枠だからわかんないな。おお、久しぶりじゃん、こんばんは。ねえ、勝てないとね、八号さんね。勝ちたいよ。俺現場にいるけど映らないよ多分ね。現場でね、生放送すると思う俺は。楽屋とかで先に入って。ああ、嬉しいな、優雅さんそう言ってたんだ嬉しい。ワードツーのんちゃん今寝てるもん。普段の放送見たらいるよ。あ、優雅さんそう言ってくれたんだ、嬉しいね。そうそう、リスナー側もブロックできるでしょ。リスナー側で NG ってできるんだよ。できない？今日は珍しく、キツネ。リスナーさん側でも NG できるよね。消した？うん。できるできる。だからコメントも選べるんだよ、リスナーさんも。あ、こいつのコメントいらないなと思ったら消せばいい。月指ことじゅんです、こんばんは。誰誰、月指って、うん、できた。マルキーです、こんばんは。ごめん、マルキーが分かんないわ、誰か。うん、マルキーって誰だろう。誰だマルキーって。キツネ枠どれくらいぶりだろうな。1ヶ月ぶりぐらいか。最近やってなかったね。うん、マルキーニオスわかんないな、ごめんね。うん、あの時のあなたですか。まあ、まあよっぽどのことがない限りブロックはしないかな。うん、ダンカンいつ落とすの。ダンカンさんは落とさないよ。久しぶりだよね、キツネ枠ね。うん、収入がガタ落ちしてるからもう終わりかもしんない俺。プロ配信者失格かもしんねえわ。今月15万下回るかもしんないよ。うん、疲れちゃった波を掘れ研究もっと頑張ってよ。まだ10分しか経ってないよ。長いよ、あと3時間50分波を掘れ研究を書き続けろよ。何負けましたって頼むよ。まだまだ時間あるんだから4時間頑張れよ、やりきれよ。低所得者相手にしないんだろう。何それ、俺がそんなこといつ言った。うん、俺そんなこと言ってないよ。だって俺低所得者だもんコメント連打疲れちゃったんだ。はい、はいはい、お疲れ15号さんね。4時間やり続けてほしかったよね。久しぶりにダンカンさんの雑巾を絞り切る技が見たい。年齢的に無理か。そんな技あるんだ。配信で儲けるのは無理。
そうかな、うん、はい、サクったらいらっしゃい、うん、家賃は6万円だね。心折れちゃったね、15号が。別に配信で食ってくぐらいならなんとかなるんじゃないの。儲けてる人いっぱいいるでしょ。ブロックしたら相手が放送自体を見れないから、うん、ねえ、見に来てもらいたいじゃん。 なるべくはブロックしないけど、よっぽどひどい人はブロックするよ。人の配信見ないって、ダンカンらに最新車を説明なんてできんだよ。うーん、まあまあ仕事で呼ばれたらやるでしょう、うん。もうすぐステゴロ2だし盛り上がるでしょう。そう、盛り上がるといいよね。弾丸塾とかステゴロ2とかでまたブレイクしたいなとか思ってるよ。最近閲覧も低いからね。閲覧も100切るようになってきたから、もうそろそろやばいよね。ちょっとね、頑張んねえと。わかんない、蓋開けてみないと。有名になるかどうかなんか、うん、やってみないとわかんないじゃん。日新宿で6万安いね、この辺で。ステゴロ2はね、23かな、23 6月の23で、25が弾丸塾の収録生放送。勝つためにやってます。はい、勝つためにやってます僕は。うん、無課金リスナーと話し込むのはちょっとな。うん、でも無課金リスナーばっかりなんだもん。最近アイテムだって4日間で4000円、あ、3日間で4000円だよ。1日1800円とかだよ。もうだって無課金の人とコミュニケーション取るしかないもん。4時間わかんない、気分が乗ったら4時間やるけど。キツネ悪。無課金リスナーも有料リスナーも全然何でも話すよ俺は。コメント書いてくれる人がいたら。だって俺に花火投げてくれる人って匿名さんじゃん、全員が全員。フルーツジュースうまいよ。ミニッツメイドのグレープフルーツ、これ美味しい。低所得者は相手にしないなんて俺言ってないから。無課金リスナーとコミュニケーション取ってるってコメントあるじゃん。勝つために何してんの。まあまあトレーニング行ったりとか走ったりとかかな、うん、まあ普通だよ普通。ジムに通ったりとか。ステゴロ買ってね、新しい人と出会いたいよね。直木兄さんまあまあいいんじゃないの。パンチ力すげえあったよ、見たけど。何年もしてないって。だって捨て頃決まったの何日前よ。数日前、半年前から俺ジムもう契約してるよ、うん、ありがとう35号さん、風船ありがとう。低所得者と多重債務者はカス扱い。いや俺全然興味ない、人の金興味ないよ、うん、明日もジムだね、高田の馬場だね明日は。明日はババ。寄り目直せってもう治んないでしょ。治るんだったら治したいけど。いいんじゃない、身体的なことは。しょうがないじゃん。寄り目に生まれてきたんだから。
ああ、盛り上がってないよね、あんまりね。俺、タバコやめる気ないね、全然。タバコ大好きなんだよね。高田馬場は雀荘があるんだ。はいはい、39号さん、お疲れ。煽り全然ないね。まあ、過疎な主だからしょうがないよね。うん。お互いチェックしてないんでしょ。タバコなんでやめないといけないのよ。タバコ好きですってんだよ、お金払って。タバコ好き、ま、好きなんだよね、うん、隠れて閲覧してたって言ってました。ん、何を。ヒナを踏み潰した後は後ろ2匹はタバコで殺処分。死なないよそんな簡単に。テルとクモンリュウは俺はテルに勝ってもらいたいね。ラッシュは決して悪い策ではありません。でもね、2ラウンド目のスタミナが持たなかったから、ラッシュもかけどころだよね。残り30秒とかでかけるのありかもしれないけど、2ラウンド目の。あー、和道は将来不安になった時どうやって切り替えてる。ね、どんな仕事をやってても、どんな人間でも将来の不安はあるって割り切ってる。俺だけじゃなくて、うまくいってる人でも、うまくいってない人でも将来全員不安だから、これは多分俺だけじゃないって。あと今しか変えられないから、今を一生懸命生きようって呪文のように唱えてるね。軍曹は軍曹の方が強いんじゃないかな。みやびさん勝ったら相当奇跡っていうか盛り上がると思うけど、俺はみやびさんね、軍曹とみやびさんともやったことあるからわかるけど、軍曹めちゃめちゃ体力強いから。でもみやびさんすげえ鍛えてるからね、なんかみやびさんがどうやって戦うのか勉強になるから見たいね。うん、見たい試合、和道、みやび、てる。ああ、ありがとう。達彦も結構見応えあると思うよ。仕事の気分転換は和道さんどんなことしてますか。俺ね、仕事をしないって決めた。だから仕事してない、もうしばらく。うん、仕事自体をしてないから、なんかその働く時の気分転換みたいなものはないかもしれない、うん、まあみんな不安でしょ将来。達彦の相手はね、県大会っていうか、その高校生の時のボクシングで無敗だって。インターハイ取ってるのかな。だからめちゃめちゃ強いと思う。ボクサーでいうところのね、プロボクサーでいうところ、あの高校のインターハイ優勝って B 級ライセンスクラスだって。だから辰彦の相手結構強いよ。でドルさん曰く、なんか極真の蹴り方みたいなことやってたから、多分極真もやってるって言ってたね。アイワード強い、辰彦も強い。辰彦総合ルールじゃなかったっけ、どうだったっけ、うん、ちょっと相手のルールっていうか俺以外のルールわかんねえな、あんまり。今回試合出るよ俺。ありえないぐらいスタミナない理由を教えてください。あー、どうなんだろうね。まあ、ニートだからとしか言いようがないやん。ニートだからだね。うん、ニートだから。桃太郎さんって元プロでしょ。めちゃめちゃ強いと思うよ。ライセンス取るまで2年ぐらいかかるからね。本気でやって2年だからね。あ、体重もでかいかもしんないよね。体重だいぶ増やしたから、いけや。まあまあ、もともとスタミナないよ俺。おはようございます。もともとスタミナない。だから高所得者花火師以外と絡まないとか言ってねえから。うん、そういえば YouTube まめに上げてくれてすごい助かってる。暇な時、ああ、ありがとう17号さん。 YouTube で見てくれると広告料入るから、一回広告見てもらうと 0.1 円入るんだよね。俺にお小遣い入るから、ありがとうね17号さん。はい、ワドツー。
格闘技始めてどれくらい、どうなんだろう、まあ素人だよ。俺格闘家ではないから、いつも言ってるけど配信者のイベントだから、うん、格闘家ではないからね俺は。だから別に自分自ら何かその格闘家ですって言ったことないと思うよ。俺はあくまで配信者だから。1ラウンドから仕掛けるっていうよりも、俺は肩の力抜いてスタミナ配分を覚えたいかな。綺麗にそのやっぱ持ち味生かした戦い方がしたいから、まあまあとりあえず本番まではスタミナ上げることと技術上げることと、あとはその無駄な力を抜くことを勉強してる。3日間で収入が4000円なんだよ。 笑えるだろ。いやもう終わりかなっていう。3日間でさ4000円だぜ、減らるよ。結構きついね。前回よりも全然強くなってるよ。スパーリングとかもしよかったら2分間の動画とかいっぱいあるよ。俺のチャンネル見てる人だったらスパーリング動画上げまくってるから。この前もね OPBF の人に教わってきた、2冠王に、ウェルター級とスーパーウェルターの2冠王の日高さんっていう人に教わったね。ありがとうございます。格闘技やってるっていう感覚はないかな。だからあくまで素人の殴り合いだから、怖いから、カウンターが怖いから多分ぶん回しちゃうんだと思う俺は。うん、いやイベントの影響っていうか、もう収入結構厳しいね、辛いね。うん、早く試したい。うん、そうだね、早く終わらせたいね、あのこの試合を。1日4000円じゃないよ、3日間で4000円だよ俺の収入。3日間で4000円だよ、きついよ。日当で言ったら1500円下回ってるからね。いや、わかんない。普通に閲覧も減ってるし、あの、花火も減ってるから、普通につまんないんでしょ、俺の放送が。あ、ありがとう、48号さん。おやすみなさい。うん。弾丸塾低評価多いね。うん。俺は普通に面白いから、高評価押されてもいいんじゃないかと思うんだけど。弾丸塾ね、グッドボタン増えないよね。ありがとう、クール花火3発ありがとう。48号さん、クール花火3発ありがとう。おやすみ、頑張るね。おやすみ。ニコ生はね、今のところやるつもりないな、俺は。ニコ生はね、あんまりやるつもりない。女の子の、いや、なんかね、稼いでる人は男ばっかりなんだよね。トップクラスは。でも平均的には女の人の方が稼げてるかな。ああ、直樹兄さんのパンチね、もらったらバッカンって入ったらもう立てないだろうな、あれはな。あ、弾丸塾面白い、ありがとうありがとう。もしよかったら弾丸塾のツイッターと弾丸塾のチャンネル登録もよろしくね。25日に生放送だから。あ、弾丸塾の話題になったから配信あんま見なくなっちゃったんだ。TJ さんによると弾丸塾に便所さんとかの大手さんが出る意味ないと言ってました。まあじゃあ出なきゃいいんじゃん。だから出なきゃいいと思うよ。自体者は今のところどれさんが出ないって言ってる。普通に面白い弾丸塾。うん、池家庭すごいよね、ずっとすごいよ。まあまあ要は花火師がいるかいないかっていう勝負なんだけど、まあいいじゃんいいじゃん。うん、稼げない時はもう笑うしかないから。うん、もう自分を信じて笑おう。配信始めてからね、俺はね、もう、もうすぐ6年目に入るのかな。5年が経つかもしれない。元花火師なんで、ありがとうね、たくさん投げてくれて。うん、5年だから、もう5年が経過するところ、4月に入ったら5年、4月の11日に始めたから、もうすぐ5年経って6年目に入る。もう長いよね。
今ダンカン面白いって言ってるやつ何が面白いの？まだ始まってないのにバカなの。いやダンカンさんのトークが面白いんでしょ単純に、うん、ダンカンさんの喋りが面白いんだよ、うん、日曜トレーニングの前は行くか分かんないって言い方だったけど行かないって結論なんだ。いや分かんない結論は行かない、なんか行かないって言ってんじゃないの。いや分かんない分かんない。公共料金とか滞納してるんだよでもまあその日、まあ、パッと払ってなんとか繋いでるみたいな、電気切れたら電気払ってみたいな、そういう生活。現在太い花火師ついてないの？全然いないね。うん、まあでも投げてくれる人はいるから、うん、その人たちはありがたいなと思ってるけど、なんかとんでもない花火師っていう感じは全然ないね。コツ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 みんな投げてくれてる。解放の見た見た、リスナーさんからこれどうなのってクレーム来て見たよ。変わったかな、稼いでない。ここ3日で収入トータル4,000円、絶望。いよ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 ですよ、いよいよついに恐れていた日が来たね。マンスリー圏外か、きついな。まあまあそうでしょう、3日で4000円しか稼がなかったらマンスリー圏外だよ。先月稼いだから大丈夫、全然大丈夫じゃないわ。俺県外ではないよ、50位とか60位ぐらいにはいつもいたよ。安定の県外ではないよ。まあしょうがないでしょ、人気商売だから。ダメな時はダメだよ、もう受け入れるしかない、笑うしかない。もう貯金ないよ。色恋嫌だよ、なんか女の子騙して泣かせるの嫌だよねえ。人を笑わせたくてこういうことやってんだから。まあね、波があるのはしょうがないよね。どうなんだろうね、周りは減ったかどうかわかんないね。ドレさんとか稼いでんじゃないの。あんまり聞かないかんな、人の収入とか誰がいくら稼いでるとか全然わかんねえわ。あーそうだね、イベント参加してる人ね、落ちちゃったんだよねイベント。だからダメだね。まあ自分を信じよう、うん、ほんとほんとそれそれ、自分を信じるしかもう方法がないもん。テルの収入把握してないよ俺、全然把握してない。ポケット Wi-Fi だね、あのレンタルしてますね。1ヶ月6500円かな、ポケット Wi-Fi レンタルです。風船ありがとう。俺今回のイベントいいと思ったけどね。あ、ネットの王子何もうやめたんだ、引退したんだ。へえ、もったいねえ、才能あるのに。アメリカ人へこんでんの？っていうか俺さ、ロハコさんとも連絡取れないし、鮫島さんとも連絡取れないんだよね。あのセコンド大丈夫かな。セコンド、ちょっと鮫島さんに電話してみる。
鮫島さんに電話してみよう。ロハカさんも出ないんだよね。海宝もチケット手に入れてるって言ってたよ。鮫島さん出ないな。やばいなこれ。どうしよう。やば。あ、ネットの文字名前変えただけなんだ。質問です。え、金映えかよっさんに相談したら、金映えかよっさん、なんでか、やっぱ配信歴が長いのもある。ん？良さ？いや、面白いからでしょ？単純に。面白いと思ってる人が見てるだけなんだよ。鮫島さん、番らしくて、便所さんに相談したら、マスクすれば出れるそう。あ、そうなんだ。鮫島さん、番中なんだ。マジか。いや、ロハコさんも連絡つかないんだよね。最近見ないよね、鮫島さんも。何があったんだろう。ちょっと困ってるんだよな。連絡もつかないし。何なんだろう。しょうがねえだよな、こればっかりは。ポンちゃんがお見舞い行ってたけどいなかった。キャス A 版なの？鮫島さん働いてんだ今。コメントしてた？なんだろうね。まあまあしょうがないよね。連絡取れないのは。考えてもしょうがない。取れないもんは取れない。閲覧数ね、減っちゃったんだよね、だいぶ最近。ありがとう。頑張るね。最近閲覧少ない。あ、便所さんに相談してんだ。まあまあ、鮫島さんはバックれるような人じゃないから大丈夫だと思うけど。ああ、そうなんだ。オッケーオッケー。多分大丈夫だと思うけど。ねえ、鮫島さんみんな見たいって言ってる人多いからね、今回。あ、そうなんだ。オッケーオッケー、ありがとうね、教えてくれて。セコンド鮫島兄弟っていうか、ロハコさんが生きてんのかどうなのかっていう状態だからな、今な。なんで連絡つかないんだろう。なんか入院したとか、いろんな噂が四方八方で。減らってるだけならいいんだけど、心臓病もあるからな。ロハコさんの代わりにのぞみさん？だって兄弟仲あんま良くないでしょ？のぞみさんもう配信者じゃないし。こんばんは。この前ポンちゃんお見舞い行くって配信やってた。入院してるのは確定なのかな？でもお見舞いに行ってロハコさんいなかったってどういうこと？はい、こんばんは。状況が全然わかんないよな。氷入れないね。ぬるいのが好き。心配だよね、ちょっとね。すげえ心配。他の入院患者を
他の入院患者をあれか、いやもうプロ配信者は終わりかなと思って、プロ返上かな今月で、プロ配信者アマチュアに戻るかもしれない。そう、プロってない全然ワードちゃん、アマに戻るかもしれない、アマに。なぜ稼げてない、3日間の収入が4000円と、頑張っても頑張ってもセミプロではないでしょ、セミプロでも。今年に入って一番の贅沢、シズラーに行ったことかな、ノリコと。弾丸塾25日に生放送で、もう25人の配信者エントリー者の中で、50人参加表明した中で25人に絞られたね。月収も少なくなってるね、月収も減ってるよ。まあプロとしての意識はかなりある方だと思うけど、でもまあ食えなくなったらね、そんな意識高い系と一緒だからね。まあそしたらプロ配信者はもう返上するよ、しょうがないから。匿名枠でコテハン書く人って何なんだろうね。順調ではないかな。もう閲覧もだいぶ下回ってきてるし、もういよ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 オワコンだね。生ポは戻らないかな。働くよ。なんかバイトでもするよ。きついけどね。構成作家の弟子入り。檀家さんにお願いして、まあまあまあどうなるか分かんない、月末になってみないと。閲覧もアイテムも両方とも減ってるって話ね。どっちが高いとかいう問題じゃなくて、俺の場合ほら閲覧もアイテムも両方とも減ってるから、まあ、遊びながら稼ぎたいじゃん。だって前にバーベキュー誘われたと聞いて花火投げたものですが、本当は誘われてる？いや誘われてないよ、バーベキュー誘われてないよ。いい思いしたし次頑張ろう。そうだね、いや何でもやるしかないでしょ、日雇いじゃないの。固定のシフトとか入れらんないから。はいはい、71号さんいらっしゃい。雑談配信が減ったって言ってもさ、弾丸塾でさっきも1時間打ち合わせしてトレーニングもあって、であと何やった、 T シャツのデザインとかいろいろあるの。だからちょっと辛いよ、配信減らさないといけないから。まあまあ普通に単純に興味がなくなったんでしょ、リスナーさんが面白くないから他見に行ってんだよ。先月は40万ちょいかな、先月は40万ちょい。呪いの T シャツやめて、俺の商品だから。セフィ久しぶり、元気だよ、ありがとう。アイテム全体的に減ってんのかな。セフィじゃないじゃん、貯金とかしてない。ワードの配信面白い、ありがとう。 T シャツは5000円、定価6800円で、限定30着についてはセールで5000円で売るっていう、リスナーさんにちょっと還元する。まあまあ生活厳しいね、
まあしょうがないよ。もともと厳しかったし。まあまあ力はね。うん。71号さん、アイテムありがとう。いや、セフィーじゃないけど。まあいいや。銀映えって書いてあるね。うん。だってその日暮らしはもうサラリーマンじゃないもん。還元の意味分かって使ってるか。だってね、利益取らないでやるんだから、還元でしょ。労力を割いて、時間を割いて、うん、還元でしょ。しばらく安定ではないよ、うん、ふわっちの課金者も投げるの飽きてる。あ、それはあるんじゃないの、うん、まあ最初は物珍しいからバンバン投げるっていうのはあると思うよ。なんか配信者の数が増えてリスナーの数は増えてないような気がするな。あんまりだん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 バランスが崩れてきたような気がする。配信者が300人とか多すぎるもん。こんなにいらないよ。昔はふわっちね、30人ぐらいしかいなかったのにね。なんでこんな多くなっちゃったんだろう。30枚全部売れて2万ぐらい見入りがあるって話だよ。全部売れるかどうかなんかわかんないよ。まあ分母は増やさないとね。飽和状態だね、完全にね。あー、みんなイベント配信者に投げてんのか。あー、分かった分かった、了解了解。ハートありがとう。まあ今踏ん張り時だね。うん、本当にそうだね。今頑張んないとね。こういう苦しい時に頑張んないと。いや、何でもやるよ。ピッキングだろうが倉庫だろうが。YouTube の収入全部赤字だもん、ずっと。俺、そのスタッフさんに給料投げてるけど、売り上げは赤字だよ。要は、スタッフさんに払ってる分、考えたら、赤。余裕で赤。風船ありがとう。うん。アイテム投げて破産した人とかいんの、すげえな。怖っ。風船ありがとう。そうだよ。YouTube だって、6000円とかだよ、1ヶ月。結局6000円入ってきて、まあ、給料払って、赤だよ。しょうがないよ。うん、プロ配信者の終わりだよ、プロ配信者の。オワコン、オワコン。閲覧も減って、収入も減って。住民票の2、300円がないのはきつすぎるでしょ。さすがにそっち優先していいわ、それ。うん、生ポの時は、まあ生ポはね、減るってわけじゃないからね。いや、俺もともと鼻声。サメ島さん、バンなんだって。いや、イベントとか企画とかで結構金かかるんだよ。交通費とか。うん。40万稼いだっつっても、サラリーマンの40万と違うよ。全然、場所借りるのに3万かかるとか、そういう世界だから。だから実質20万ぐらいの生活だよ。うん。はいはい、また来てね。あれだけうざい広告たくさん挟んで赤字なわけないだろ。いや、赤字だけど。まあ、経費で落とせるって、経費って言っても別に支出だからね。ナンカンさん昼飯どんなの食ってるか分かんない。飯一緒に食べたことない。ナンカンさんと。少なくて月収いくらの時ありましたか？いや、3年間無給だったよ。配信始めた時は3年間無給だった。ふわっち1ヶ月ぶりに来たんだ。全然来なかったんだ。うん。アイラに4000万投げた人もあれじゃん。クレジット破産してて、タバコも困ってる。へぇー。54歳のおばあさんだったんだ。
知らないわ。すごいね。それ本当なの？ダンカンさんってオーラあった？俺ね、人にオーラって感じなくなった。オーラっていうの昔はあると思ってたんだけど、最近ないような気がしてきて。俺はダンカンさんにも北郷さんにも普通に話しかけるよ、全然。ただまあやっぱもうテレビで見てる人だから、ああこんな人なんだっていうのはあるけど。はいはい、ありがとう。誕生日おめでとう。ありがとう。ハートありがとう。はいはい、おやすみ。アイラに投げてた黒蜜はお金持ちだった。いや、わかんないな、アイラのリスナーさんは。でも世の中にはぶっ飛んだお金持ちいるんだろうな。すごいよね。だってさ、ファンタスティック花火とか見慣れてるけどさ、あれ1万円と一緒だよ。すごくない？1万円ポンって投げるんだよ、ファンタスティック一発で。えぐいよね。ちいちゃんっていう人は大金持ちなんだ。へえ。いやいや、俺の配信が終わりだっていうことよ。ダンカン実物見たことないけど、芸能人オーラ、実物見たことないの？本当だよ。元彼が暴露してた。54歳の時に付き合ってたんだけど、32歳ですってずっとサバ読んでた。へえ。はい、こんばんは。あ、YouTube ライブで1万投げた。すごい、ありがとうございます。黒蜜とナノが最初の頃はアイラに爆投げしてた。まあ、アイラもどっから見つけてくんだろうね、爆投げしよう。ふわっちは黒字でしょ、どう考えても。いや、収入と閲覧がやばい。だから閲覧がないってことは、もう面白くないってことじゃん。で、収入がやばいってことは、もう投げる価値がないってことじゃん。ダブルパンチだよね。どっちかがあるんだったら割り切れるじゃん。閲覧があるんだったら人気あるからいいや、生活苦しくてもって。で、アイテムがあるんだったら稼げてるからいいやって。両方ないんだもん。それってただの仮想配信者でしょ。打開策は頑張るっていうのと、あと笑うっていう。辛い時ほど笑うっていう、ね。まあ、打開策はだから今やってる捨て頃頑張るのと、弾丸塾頑張るのと、物販とか頑張るのとっていう、そういうことしかできないから、もうそれしかないと思ってるね。打開策あんのかな？もう今を楽しむしかねえと思ってるけど。ねえ、アイラすごいよね。打開策があるんだったらもうとっくにやってるよ。あ、そうだったんだ。最初は嫌いだったはよく聞く話だよね。言わないで、最初嫌いだったっていうの辛いから。なんでそれあえて言うの？いや、狐枠だからでしょ。狐枠だから、冷やかしに来てくれたんだよ。いじめに来てくれた。ウェイウェイって稼げなくなってざまーって言ってる。俺は芸能人じゃないよ。アイラはカリスマだと思った。そういうパワーがあるんだな。でも配信者で俺カリスマなんかいないと思ってるけどな。いる？配信者でこの人本物のカリスマだわっていうの。ああ、女出したらダメだよね。いや、よく言ってるよ。俺もそう思う。解放は面白いキャラに転じたらすっげえ面白くなるから、なんか色気出したら終わりだよ。アイラもう付き合い古いんだよね、昔から。俺はアイラは雑談力あるけど、あえて仕事でやってると思ってるね。ああいうキャラクターは。ああ、タクヤ本物だよ。ジュディマリの。本物本物。最近やり始めたんだよね。エリスグリのゴミダメだからまあやることないから配信やってるようなもんだからな。解放面白かった時あるよ。
いやいやいや、俺が初めて出会った時の海宝はすげえスマッシュヒット飛ばしてたんだよ。うん、超面白かったよ最初の頃の海宝は。本当だよ。仲良しっていうか、うん、どうなんだろう、仲良しってわけじゃないけど付き合いは長いね。あ、ビルとか持ってて不動産収入あったらでかいよね。捨て頃出るな。いや出るよ。あ、評論家みたいになっちゃった。タクヤ本物でしょ、どう考えても。前回もやってたって。もともと YouTube とかちょいちょいやってたもん、タクヤ。弱いから捨て頃出るなんて、強いやつを出すの捨て頃って、そういうコンセプトじゃなくない？捨て頃自信のほどは。練習風景見る？この前あのスパーリングやってきたけど、最新のやつ見るかい？興味があったら流すわ。まあ、俺の自信とかじゃなくて、もう結果を見てもらいたいよね。結果を見るんだったらキャプルよ、2分間。じゃあ今流すか、見たい。ちょっと待って、2分。はいはい。ドレさんとやったやつと、OPBF って言って東洋太平洋の2冠をスーパーウェルターとウェルターのチャンプとやった方、どっちがいい？だから5分ある。5分、5分あるけど、どっちがいいの？どっちがお好み？ドレさんかチャンプか。まあ両方見る、4分だから両方流してもいいか。うん、見えてっかな、映ってる。チャンプの方が見たい。チャンピオンの方どこかな、ちょっと待って。チャンピオン、これかな、これだ。いくよ。アンコール来ないね、最近ね。世界7位だね。いや、あのジャブに見えてみんなジャブだって言ってたけど、これジャブじゃないからね。ショートアッパーのカウンターだから、ショートアッパーだよ。よーく見て、ヘッドギアピーカブーだから見えなくなっちゃうの俺。ショートアッパー左の、ほら。何回見ても面白いなこれ。漫画みたいに首もらった時は星がバーンって飛んで、気がついたら地面に倒れて記憶がフラフラしてるっていう。だから打ってる時は記憶あるんだけど、こっから先記憶がない。こっから先は記憶がなく戦ってる。いや、世界7位のパンチってこれだよ、これ。でこれ、あのタイミング合わせただけで振り抜いてないかんね。あの多分振り抜かれたら失神っていうか、首の骨折れてたと思う。4日間ぐらい首痛かったかな。ごめんなさい、ごめんなさい、タイミングがちょっと止まらない。いや怖いよ。そうそう、ちょこんと当てただけで。漫画だよね。ウェルター級。
プロっていうか世界だからね、この人は。この人は世界の人。プロの、プロの中でも別格の人ね。痛いよ。戦ってる時痛くないけど、次の日から首が交通事故みたいな。むち打ち。光くんが言ってたね。バガープレゼントありがとう。イタラさんの距離だから入っていかなきゃ。ハートありがとう。アイテムありがとう。ドレさんと日高さんやってんのもあるよ。それを 見たいんだったら見せるけど。ドレさんと日高さんのもあるよ。いや、見たかったら見せるよ。次、これがね、2週間前。あ、それも見せるよ。じゃあ、やめづらい。わざわざ当たってんだぞ、お前。わざわざ当たってんだよ。負けんな、負けんな、わざわざ負けんな。うん、じゃあ見せるね。そう、当たんないんだよ。これが2週間前ね。で、1週間前つか、昨日、一昨日か、一昨日のやつがこれ。一昨日のやつ見せようか、じゃあ。まあだから自信あるつか、見てもらいたいよね。逆に見てもらいたい、ほんと。みんながどう思うか、勝てるかどうか。俺の自信なんかどうでもいいんだ。なんで、なんで連続で広告流れんの。高画質だからね、カメラがね、実際いいやつ買ってもらったから。ガード、ガード、ガードしながら、ガードしながら。これが一昨日。おめでとう。下から上の高低差これが最新。力抜いて、力抜いて、ガードは力抜いて。めちゃめちゃ力入ってる。よし、距離だよ、距離。そう、体を振って詰めていく、詰めていく。ナイス、オッケー。しっかり見て、しっかり見て。下から上、上から下。さあ、クリンチだ。クリンチした時にはどうする。え、目大怪我してんの、ドルさん。はい、知らないな。見ない、フック、いない、うん、見ながらのフック。はい、それで近づいて、近づいた。体を動かすのは、あの、今回の課題なの。あの、チャンプの指示。はい、体を振って、力を抜いて、それだけでいい。あとは、それだけでいい。そう、それで前に進む、前に進む。オッケー。まだ遠い、まだ遠い。片目見えないの、ドレさん。疲れるね。しっかり見て。インパクトの時の相手の顔を見て。あ、爆弾抱えるんだ。はい、大丈夫、大丈夫、そっから下、そっから下。おっと、おっと、はい、時間ない、時間ない、すぐ、すぐ、すぐで。あ、今こんな感じ。3秒目。あ、OK。っていう感じ。見てくれてありがとう。じゃあ今度はドレさんと日高さんの見る？ドレさんと日高さん。ウェルター級世界7位の人とドレさんのスパー、これかな。まあ練習して、明日もジム行くね。2分間かな。本当に最低限しか動いてない。
これ右だからすごくやりづらいんで、ガードをしっかり上げて2分長いっすよ。スピードに負けてしまうんで、しっかりガードを上げてます。そうっすね、はい、気持ちと、あとはスタミナっすね。いや2分だよ今回ステゴロルール、だから全部2分でやってる。似てるよね、長嶋一茂。どうなんだろうね、隠れてやってんのかね。てか配信で隠れる意味が分かんないけど。統合失調症で入院してたね昔。綺麗なフック。あ、初コメありがとう。俺はガチャピンに似てると思ってるけど、真っ黒ブラックガチャピンだと思ってる。ミットとかもすげえ勉強になる。あのね、普通に教わってる動画だけでも普通にすげえ勉強になるよ。あの日高さんの明日生放送でやるけど、めちゃめちゃすごいよこの人ねえ。配信でね出会ってよかったよね。あれプツプツしてる。ブラックガチャピン、ボラギノールの CM みたいになってるわ。ここで腰を俺に当てたら、いや、キックルールは裸足で、ボクシングルールはシューズ履く。俺はだからシューズ履いてるでしょ、黒い。めちゃめちゃうまいよこの人教えるの。ていうかまあトレーナーだから、あの今はプロのトレーナーなのね。だから教えんのすげえうまい。あ、そうなんだ、高校生のボクシングは2分なんだ、知らなかったな。なんかくるくるしてるね最近、多いんだよね。いやすごいよね、指導でマイナス一切言わないよ。モチベーションひたすら上げていいとこ伸ばそうとしかしない。もうちょっとだけ、すごいと思う。みやびさん体仕上げてるね、すごいよ、いい体してた。ごめんね CM 多いね。これが教え、フックの打ち方。腰を回すのと肘を上げるのだけで、こっち、はい、はい、そう、いいですね。はい、体を常に振りながらそれを繰り返し、上げた方に打ちましょう。はい、そう、もっと肘が上がる。この肘を俺にぶつけるイメージ、肘打ち、肘打ち。こういうイメージなんですけど、結局はここしか当てられないから。ミット持ちとかもすごいよ。ミット持ってんのどの辺だろう。はい、わかりました。この辺じゃないの、ミットこの辺か。もっと早く押して、この辺だね。はい、そう、ナイス。これがミット持ちか。押して力入って、力入って、もう簡単にいきましょう、簡単に優しくいきましょう。押して、オッケー、ナイス。こんな感じだね練習は。左フック、左アッパー構えて力抜いて、左フック、左アッパー、右フック、左、右フック、左フック、いきましょう。ごめんなさい、はい、バンバン、もうホストロ早く、ガンガン、腰
足で回します。そうガードしっかりして、はい、詰めてきてゴーパンパン、はい、ガード他のみたいなものしっかりブレなくなった、はい、良くなってる、パンパン、オッケー、もっと早く腰で結構こう振りすぎです、ここをしっかりポンポン、こう細かく揺らしましょう、そしたら肩がついてきます。OK、もう一度だね。OK、素晴らしい。ナイスマッチ。これ分かんないよね。俺もだんだん分かるようになってきたよ。これ分かんないと思う。うん。どれさんのミットもあんのか、これか。よくなった？指導者すごくいいよ。はい、右ストレート、アッパー、ストレート、フック、ストレート。これだけ。ゴー！シャン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 ！ストレートまで。OK。はい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 。絞らない、増量してる。絞らないよ。対戦相手が82キロだから、絞らない、絞らない。76まで上げたよ。体重太ったんだよ。68キロから、何キロ増やした？ 8 キロ増やしたんだよ。ここはね、アッカさんって言って、ベルナール・アッカさんっていうところの会長のジム。でもあのアッカさん指導受けてないで自分たちでレンタルしてる感じ。うん。ドレさんもね55歳であの動きだからね。いやまあ世界の人はやっぱすごいよね。うん。すごいよ。ていうかね、世界7位の人に襲われるって、しかもウェルター級ってさ、すごく難しい、世界で一番難しいって言われてる競技人口一番多いクラスでしょ。なんかね噂で聞いたんだけど、ウェルター級でその世界で7位とかって日高さんしかいないとか、そういうレベルなんでしょ確か。なんかすごいらしいよ、鬼のウェルターとか、なんかそんなんあるの。そう、ウェルターは本当に大変だって聞いた。俺あんま詳しくないんだけど、だからウェルターで活躍してて、だから日高さんに聞いたんだけど、世界7位だった頃世界6位の人にチャレンジするのに対戦申し込んだ、3億用意してこいって言われて、そういうお金の都合でダメだったらしいよ。だからジムが違ったらドレさんは世界戦行ってたと思うって言ってた。なんかそういう世界なんだって、ボクシング。ラスベガスでその対戦相手、普通さ俺らってさ対戦相手申し込まれたら勝手に組まれると思うじゃん。違うんだって、ジムがお金持ってないと相手にされないんだって。ああ、ありがとうございます。日高さんかな？うん。ああ、ウェルターで世界取った人いないんだ。だからお金の都合もあるんだって。すごい世界だよね。うん。ああ、百七号さん、どうもどうも。3億だぜ、1回試合するのに。うん。そう、マッチングが成立しなかったり、お金とかジムの強さとか、コネクションが必要な世界なんだって。そういうのって漫画とかじゃ分かんない世界じゃん。もう大人の都合だから。あ、すごいよね。いやー、そうそう。ラスベガスで世界でやるっていうのはもうそのクラスなんだって。えげつないよね。いやー、そういう人に襲われるっていうのはすごいよね。強さだけじゃなくて、やっぱり有名なジムで有名な。だからほら、プロモーターとかよくドンキングとか言うじゃんね。そう、まあダメにしたっていうのは有名だよね。ダスカマトがやっぱ良かったよね。うん、まあ公園でやってた頃懐かしいですね、去年ね。うん、リスナーさんのコメントで強くなれると思ってたからね俺。おはよう。うん、うん、なんかまあまあね、そういう本当の世界の話とか、明日放送ね、あの光くんとお世話になるから、うん、あ、よろしくお願いします。今日もロードワーク行ってきて、走り終わったところです。朝起きてすぐロードワーク行って、このまま寝ないで行きます僕は。うん、わざと負けるはあるのかどうかは分かんない。それ日高さんの放送で聞いてみるといいよ。日高さん配信者だから。試合が面白くて客が呼べない、あ、そういうのもあるのかな。でも日高さん打つタイプだと思うんだけどね。ファイターだと思うけど。ありがとう、バーガー8個ありがとう、ハンバーガーありがとう。まあ俺らには計り知れないさ、そんなさ300人のさ素人のぶん殴り合いのさ捨て頃とはわけが違うんだよ本当に。うん、ねえ光くんも、いや光くん勝つと思うよ。
いや、寝起きなの。もう要は昨日寝れなくて、アドレナリン出ちゃって。で、朝の10時ぐらいに寝たのかな？あ、寝始めて。で、12時間ぐっすり寝て、さっきのトレーニングあったから。で、朝走ってきて、で、ご飯食べて。で、まあ、稼がないといけないから。俺もだって3日間で4000円しか稼げてないから、支払いとかもあるからさ。あの、家の家賃とかもあるから、とにかく滞納だけは嫌だから、それくらいは雑談でやっぱ稼がないとさ。うん。対戦相手はね、82キロだね。で、弁護さんに文句言ったんだけど、受け入れてもらえなかったね。うん。配信見て応援して、ぜひ。うん。いやー、すごいよ。東洋太平洋って、日本、韓国、中国、オーストラリア、フィリピン、マレーシア、あとどこ？ベトナムとかも含むのかな？で、東太平洋全域だよ。そこの中のチャンプだよ。ありがとうございます。クール花火ありがとう。頑張ります。ありがとうございます。応援してくれて。そうだよ。で、俺は68キロだったの、当時。だから、その、70キロから80キロでサインしたのね。俺は70キロに増やす。で、相手は80キロに落とすっていう契約書だったの。なのに、その、便所さんに文句言って、計量いつやるんですかって言ったら、当日計量だって言って、便所さんから言われたのは、体重が10キロ以上離れてなかったらやるって言われた。ちょっと待って、つって。俺は、その70キロから80キロだからサインしたのに、それで75キロまで上げたのに、相手が82キロで2キロ落としてないじゃんって。それで試合やるって契約違反じゃんって言ったんだけど、まあいいじゃんってイベントなんだからって。10キロぐらいの差だったら許容範囲だって言われちゃった。身長は、いや、だから80キロにするために俺5キロのハンデでいいやと思ってさ、75キロで仕上げてきたのにさ、相手減量しないっていうのは失礼でしょ。ひどいよね、ちょっと。俺はちょっとその件については腹が立ってるよ。あの、相手も仕上げてこない相手もそうだし。変わったね、勢力図ね。まあまあ、人が増えたからね。まあいいんだよ、面白い人増えたんだから。リスナーさんからしたら面白い人見れるんだからさ。まあしょうがないね、やるしかないね。いや、しょうがないよ。うん。大丈夫。対戦相手はね、ツイキャスで配信やってる直樹兄さんっていう人です。いや、結構ありえないハンデだけど、まあしょうがないよね。うん。ありがとうございます。しょうがないよ。もうプロモーターにそう言われちゃったら、選手はしょうがないけど。ねえ、ただ80キロに落としてくるのはマナーなんじゃないのかと思ったけどね。うん、直樹兄さんは身長が高いの。183センチ。いや、俺が170センチだから13センチ高いの。セゴロ終わったらちょっともうきついからそれ考えさせないで、一旦セゴロ終わらせよ。あのさ、みんなさ、ファイターじゃないんだよ俺。あの、ニートの配信者なんだよ。クズ人間なんだよ。なんかさ、捨て頃が始まってからさ、なんでトレーニングしないんだとかさ、その、なんつうの、お前そんなジャブとかさ、お前初めの一歩みたいになってるじゃん、この枠。いや、違うでしょって。だから一回捨て頃終わるまで頑張るから、捨て頃終わったら考えよう、みんなで一緒に。リスナーさんと相談するから、もう、やめるのか、続けるのか。リーチさ、すごいよ。うん。まあ、俺が出たいっつったからね。うん。あの、便所さんに出さないって言われたけど、出してもらえただけ感謝でしょ。前回負けてんだから。グローブオンスのハンデは、なんか対戦相手が OK 出したらあるみたいな。10キロ離れてたらグローブ。なんか、10キロ離れててグローブハンデって言ってんだよ。意味がわかんなくない？いや、契約破ったらグローブハンデだろうと思ったけど。10キロ離れてたらグローブ変えるって言ってた。ありがとうございます。頑張ります。あ、危ないよ、本当に。うん。オワドーってやめて。
お前なんだかんだで配信で食ってけそうだけど、どうだろうね。いや、毎日毎日苦しいよ、やっぱり。不安だよ。辛いよ。これもう、4時間、3日働いて4000円だぜ。みんなね、そのプレッシャー他人事だから平気なんだよ。3日間本気でガーって喋って、ガーってトレーニングやって、配信外でトレーニングして、交通費かけて、お金もかかって、4000円の中でさ、何ができるんだよ。本当に。やべえよ、ほんと。焦るぜ。うん、いや、みやびさんと俺かな。うん、みやびさんと俺は懇願したの。つれえよ。足に重りつけるハンデ。うん。まあ、マイナスだよね。頑張ってるっつうか、まあ、好きだから自分で続けたことだからさ、まあ、自己責任でしょ。うん、人気なくなったのも、アイテム飛ばなくなったのも俺の責任だから、まあ、しょうがねえよな。人気商売だからさ。そうそう、やりたいことやってんだから文句言うなって話だよね。うん、まあでも辛いよ。うん、正直な気持ち。文句も言わせてよ。たまには聞いてくれよ。うん。いや別に先月も今月も別に変わんねえよ。うん。ありがとうございます、104号さん。弾丸塾も、25日放送あるんで、ぜひ見てください。うん。バイト、まあまあ、まだ、お金にちょっと余裕あるから、先月40万稼がせてもらったから、普段よりも10万ぐらい多いから、今月が多分、相殺されちゃうと思うの、先月の稼ぎが。だから、でも、まあ、来月どうなるのかなっていう。うん。いやいや、辛い時は辛いよ。愚痴だって、俺だって、愚痴言う相手なんかいないんだから、働いてもいないし、友達もいないし、家族もいねえんだから、いるのはのんちゃんだけなんだから。で、のんちゃんはさ、優しいからさ、あんまり負担かけたくないの、心の。だからリスナーにしか、本当に愚痴れねえんだよ、俺は。ここしか生きる場所ねえんだから。いや、株とかはいいや。だったらバイトするよ。うん。株とか FX とか、なんか、ギャンブルだっていう感じではねえな。なんか、いいわ、それは。喋りで食っていきたいと思ってこの世界入ったから。まあ、シャカとペコは癒してくれるからね。うん。いや、しょうがないじゃん。受け取ってよ。たまにはいいじゃん。俺も愚痴聞いてんだからよ。いや、泣かないよ。うん。男が泣いていい時は感動の涙だけだから。うん。苦しい時に泣くやつは男じゃねえよ。週2くらいでコンビニのバイトすれば、でもね、最近そら、弾丸塾とか不定期じゃん。あれ、だから日雇いの方がいいのかなとか思ってる。働くんなら。うん。ビットコインもね、うん、いいのよ。なんか、楽して稼ごうじゃなくて、やりたいことで稼ぎたいの。家賃はね、ここ6万。家賃6万。でもほら、見えないお金って交通費もあるし、例えば、ジム通ってるわけじゃん。ジムのお金とかもかかるし。やっぱり、20万ぐらいないと維持できないよ、生活は。東京では。まあ、20万あったらね、貧乏暮らしできるから、配信に集中できるけど、まあ、30万あったらラッキーって感じだよね。ちょっとうまいステーキとか食えるっていう。うん。まあ、しょうがないよな。うん。ライター業とかもやりたいけどね、どうやってやるのかわかんないんだよね。わあ、ありがとう！匿名さん、花火ありがとう！ありがとうございます。安い、もともと生活保護だったから、数年前。うん、安い物件しか借りられなかったの。ありがとう。ああ、この人だ。ありがとうございます。うん。水ニャン新宿で家賃剥がしてた。ここは水ニャンが住む物件じゃないよ。もっと広くていい物件住めるよ、水ニャン。40、50万の物件住めるよ。プリンセスガーデンは空きはないかな。西新宿おすすめだよって言っといて、水ニャンに。歌舞伎町とか、大久保とかに住む人多いんだけど、北新宿住む人多いけど、治安が悪いのね、あの辺は。西新宿すごくおすすめで、水ニャンに似合うと思うよ。弾丸塾は仕事としてやらせてもらってますよ。はい。うん。Hey, boy. ウェイトが違いすぎだ。引き分けでもお前の勝ちだ。いやいや、俺は勝つためにやってる。ありがとう !115 号さん、ハートありがとう。うん。ね、花火ありがとうって言ってくれてありがとう。キツネ枠なのにあったかい人が多いね。サンキューです。
水にはもうね、あんまり贅沢するイメージないね。株とか FX やってるよね、あの人。投資をやってるっていうか。単管塾のギャラがあるだろう。あのさ、みんなさ、まあいいや。いや、コメントしづらい。あのさ、いいよ。あのさ、単管塾のギャラに関して言わないでくれる？あのさ、ギャラもらってるって言っても損だし、ギャラもらってないって言っても損だし、ギャラいくらですって言っても損だし、ギャラが高くても損だし、ギャラが低くても損だし、もうさ、弾丸塾のギャラについては触れないで。弾丸さんオフィス来たのに残ったところが今専務だよ。経営陣に入った。水には4、50万余裕であると思うよ。ギャラは言いづらいよ。そう、察して。そこはだってノーギャラで25人出てるわけで、その人にやっかまれるわけでしょ。で、ギャラが高くてもやっかまれる、ギャラが低くてもやっかまれる、もらってないってなったら運営さんからやっかまれるんだよ。だから敵しか、敵を作るだけだから、ギャラのことは触れないで。俺は、なんつうんだろう、こういう機会がね、こういう番組をね、作る側で呼ばれたっていうのが光栄なことなんだから。そう。弾丸塾のギャラについてはちょっとスルーさせて。気持ちよく仕事やりたいから。和道はギャラもらってない、某配信者が言ってた。俺のは、あのね、某配信者が弾丸塾のことを知るはずがない。絶対嘘。なんでかっていうと、このコメント欄に運営さんいるから。ここに今、運営さん、今見てるのよ。だから、ないです。俺が運営さん、さっき1時間前にビタビタに1時間ミーティングしたぐらいの、ないです。その人が漏らすわけないから。俺、ダンカさんの弟子じゃない。オフィス来たのは名前変わるらしいね。他の配信者は俺の情報知らないよ。なんでかっていうと、もう1週間に1回最低会うし、1週間に2、3回会う仲だから、絶対ない。みんな金の話好きだよな。再生数今どれくらいか見てみようか。やっとね、3000再生超え始めたっていう感じかな。まあ、俺がね、チャンネル登録、多分最初に会った時250人だったの。で、そっからかなり増えてると思うよ。出会ってから250人でこう、戦略会議とかさ、ずっと参加してたんだけど、今何？830人でしょ？まあいいんじゃない？こんなもんじゃない？最初はみんなこんなもんでしょ？芸能人だからぶっぱねますって、あれアカウント買ってるだけだから。で、最新の動画が3200再生だから、まあ3日間で3000再生ならまあ悪くないと思うけど、どうなんだろう、厳しいかな。悪くないと思うよ、出だしのスタートとしては。仮想 YouTuber ってこんなもんだよ、最初は。ああ、そう。お金の話ってあんま配信でするべきじゃないんだよ。金の話ばっかりになってる、申し訳ないんだけど。金の話聞くのはいいんだけど、喋るのはあんまするべきじゃないよな。俺悪くないと思ってる、数字の伸びは。まあ、今のところ目標ね、1万登録ぐらいいったらいいなーなんて言ってるけど。1万人登録がいると今度動きが変わるから。まだいるよ。そう。新しいところで勝負を仕掛ける話だから。みんなね、ヒカキンとかはじめしゃちょーとかの基準なんだよね。水溜りボンドとか。だってヒカキンだって無名時代3、4年あったからね。最初の頃は。最初から稼げてるわけじゃん。ヒカキンスーパーのアルバイトでもともと配信者だったんだよ。これこれのリスナーだったんだよね。で、これこれさん、これこれさんって言って、これこれの金魚の糞って呼ばれてたんだもん。そうだね、次の配信者が集まる時の生放送で俺は1万再生いくと思ってんの。で、1万再生いって、まあ悪くて1万再生ぶっぱねて3万再生いくかなと思ってる、次の放送はね。だからそっから、まあどうなるのかなっていう。
まあリスナーさん正直だから、面白かったらチャンネル登録するし、つまんなかったらしないしっていう。いいのいいのよ、あの俺のやり方があるから、解放の育てるのに関しては俺のやり方信じて、うん、解放は解放なりにあのいろいろ探ってんだろ、うん、あ、じゃあブロックします、はい、さよなら、ブロックしました、うんうん、育てるでもよ、だって弟子だって言ってんだから、解放は育てるで合ってるでしょ、うん、いやダッサって本人がブロックしてくれってお願いしたんだから、何もダサいも何もないでしょ意味わかんないんだけど俺からしたら、うん、あーね、映画撮った方がいいっていうのは実はそのアドバイス結構もらってるかな、うん、ね、変な空気は嫌だよね解放はなんかクレームが来て、なんか仮想配信者とヒドンナと解放でコラボしてラブホテルでなんかフェラチオしたとかなんかそんなんでクレーム来たかな、うん、キツネ感想までよ、任せるよ、どっちでもいいよ、俺は育つかどうかは本人次第だと思ってる、俺はあの基本的に受け身の人間だから、教えてくれっていう風にがっついてくる人間にはとことん教えるんだけど、あの自分から来ない人間には何もしない、基本的に放置、それが俺のやり方、伸びるやつは伸びるし伸びないやつは伸びないと思ってる。そうそう、で解放さんなんでこんなことしてるんですかってクレームすげえ来て、まあ生放送見たけどただただね、なんだこれっていう、ダンカンさん仕事激減してないよ、うん、ダンカンさん全然仕事激減してない、今映画の俳優さんとか忙しいよ、すごくすげえタイトだよ、ダンカン塾もすぐパッて移動だよ、そのまま今からどこってブログとか見てるけどビタビタに合ってるもん、まあほら俺の弟子だからでしょ、和道さんこんなこと指示したのって、いやしてないっつって、まあまあなんかやらないと変わらないとと頑張ってるんだろう。たけしさん、もしかしたら俺たけしさんに会えるかもっていう話になってる、うん、もしかしたら、うん、なんか今度ねたけしさんのライブがあるらしくて、ワンマンライブ、もしかしたら挨拶できるかもっていう、うん、運が良ければ会ってみたいなと思ってるけど、そうそう、テレビの露出じゃなくて、阪神タイガースのなんかの連載と、俳優業と、あとまあ構成作家とかいろいろあってすげえ。ダンカンと決別してないよ、全然してないしてない。俺ね、たけし軍団の我知らないんだよね、世代的に嫌いとか好きとかじゃなくて、あの33歳だからお笑いって言ったらやっぱあのごっつええ感じとかガキツカとかなんだよね。でたけしさんはアンビリーバボーに出てる人とか、あの司会の役で出てる世界丸見えテレビとか、そういうイメージだった。だからたけしさんがお笑いやってるっていうのは、あの初めて見たのがあれなんだよ、あのボケてるところって、あのなんだっけな、いいともの最終回で生放送でボケかましまくったじゃん、あれ見て感動した俺。まああとは映画監督って感じだよね、うん、そう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 。だからダンカンさんが構成作家書いてた番組とか、スーパージョッキーとか風雲たけし城とか40代でしょ、知ってるのは。そう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 、だから30代中盤以下は知らなくて、40代のリスナーさんはなんかすごい最近 LINE 来るね、 DM とか、ダンカンさんと絡めるのすごいですねとか、
あの北郷さんと絡めるのすごいですよって。40代の男性がこうなんかすごい出世したねとか言ってくれる。なんか40代の人はだから現役でダンカンさんの仕事見てたからもう大ファンな人が多いって感じがするな。本当に本当に電話とかかかってくれるリスナーさんから本当にダンカンさんと会ったのとか。ダンカンさんも実は映画ね、あの監督一本やってるんだよね。いやーすごい有名だし、最近だからダンカンさんの企画見るけど、昔のテレビのめちゃめちゃ面白いよ。めちゃくちゃ面白い。東国原さんが一番弟子なんでしょ？あの武士軍団の一番弟子がそのまんま東だよね。あ、そうなんだ。元気が出るテレビ一回も見たことないわ俺。うん、俺がゴッツ見たの後半だからね。ああそうだよ、東国原が一番でしたよ。あの土佐犬のやつなんか今見ても腹抱えて笑うよね。土佐犬のやつ見たことあります？136号さん、土佐犬のやつ多分 YouTube に動画残ってるから見たら爆笑すると思うよ。ねえ政治家になってね、すごいよね。県知事だもんね。いやあれは無理でしょう。生放送でもバンになるレベルだからよくあんなことやってたよな。あんまりああいう笑い好きじゃないんだ。体張る系が好きじゃないんだね。エナタで入院したんだ。そう、土佐犬に侵されるっていうだけなんだけど周りが一切止めなくてすげえシュールなんだよね。ヒッサーヒッサーって何これとか思って、もうなんかね、あのただただあのらっきょさんが侵されるっていうすごいよな、笑えるよな。あれは伝説だよね本当に。よく放送したよねあれ。いや今でもなれるんじゃないの。ただなりたくないんでしょ、本人が興味ないんだと思うよ。ネットでバンされるレベルをテレビで放送してるって狂ってるよね。だって昔さ平気でおっぱいとか出してたじゃん。おっぱいが出るの当たり前だったもんね。だってさあのなんだっけ、あのバカ殿とかで普通におっぱいとかあったよね。でおっぱいありなんだと思ってたもん、この時間帯でって子供ながらに思ってたもんね。え規制が入る前面白かったよね。絶対セクシー女優出てたもんね、おっぱい役。うん、あとツナイトとかね、深夜だったら全然おっぱい、ストリップコーナーとかあったからね監督コーナー好きだったもん俺。本当に犯されたのだから YouTube で見ればいいじゃん。 YouTube キャプレルかな、あるかな、ちょっと待ってね。ちょっと待って、土佐犬出てくんのかな、 URL あっかな、ちょっと待って。玉なで祭りっていうんだ、ちょっと待ってね。犯されてるじゃんあったよ玉なで祭りで検索したら出てくるけどこの顔爆笑してるからねあるじゃん、うん、土佐犬にこの顔、こんな顔になるんだね、土佐犬に侵されると、うん、これ笑うよね、うん、いや笑うでしょ。だから知らないからみんなダンカンなんなのって言ってるけど、ダンカンさんの企画すげえよ、うん、ありがとうございます。バガーありがとう。
いや、あのプロ配信者として終わりかなっていう。すごいよね。こんなの笑うしかないもんね。で、周りに武志軍団いっぱいいるんだけど、ちょっと危ない危ないとかになるじゃん、配信だったら。そういうの、ヒッサーホイッサーヒッサーつってずっと煽り続けるの、犬を。うん、で、ずっと犯されるの。あれ、あの、周りの武志軍団の空気が面白いんだよね。いや、入ってるかどうかはわかんないけど、その流れが面白いんだよ。だから、入ったら面白いかじゃなくて、その放送事故っぽい流れがすごいスキームなの。そう。あ、笑えなかったんだ。いや、まあ、これだけわらわらがあるっていうことは、まあ、面白いんでしょう。うん。いや、俺。うん。うん。そうそうそう。いや、あの、玉なで祭りで検索したり、たけしさん、土佐犬とかで検索したら出てくるよ。うん、いや、もう団体芸だよね。団体芸。いや、笑うよね。いや、だから、このレ、40代の人は、このレベルの無茶ぶりを配信者にするっていうのが分かってるから、弾丸塾大丈夫なのって言ってんの。え、お前ら弾丸さんのこと分かってないでしょみたいな空気になってんの。だから、よっさんとか、ね、あの、香川さんとかって、俺と同じ世代だから、弾丸知らねえよ、みたいな感じなの。なんだその芸人とかよ、無茶ぶりとか偉そうにって。でも、みどりさんとかねるさんとか40代の世代の人って、お前ら、あの、なんつうの、無茶ぶりのテンプレート作った人だぞみたいな、そういう感じ。いや、だからどうなるのか、放送事故があるのかどうなのかっていうので、スタッフでミーティング重ねてるよ、本当に。どこまでやっていいのかみたいな。で、俺らは腹くくって伝説残しましょうって言ってる。ミーティングの結果、伝説を残すっていう。だから、もう10年後とかに、あの当時の弾丸塾えぐかったよねっていう。よくあんなの放送できたよねって言わせようかっていう。どうなんだろうね。どうなるのかちょっと楽しみだね。まあでも弾丸さんももう丸くなってるでしょ。お子さんもいるし。そんなえぐい無茶ぶりしないと思うよ。そうそう、食いつきのギャップが全然違くて面白い。もうだから、ツイッターのエゴサーチとかで弾丸塾かけると、年配者は、配信者大丈夫？みたいな。俺たちは楽しみなんだけど、配信者、なんか精神壊れるやつとか出てくるよ、みたいな。分かって応募してんの、この人たちっていう、もう怖いもの見たさみたいなワクワク感のツイートと、なんか若者のネット文化の人は、いや、弾丸何？みたいな。テレビで見ないけど、みたいな。売名でしょ？みたいなギャップがすごいの。で、ネルさんはもう弾丸さんの凄さ知ってるから、年齢的に。もうウッキウキで乗ってきてくれてるって感じ。ネルさんは肯定派なの。はい、こんばんは。144号さんいらっしゃい。もともと裏方の人だから、弾丸さんって。あの、たけしさんのコントをずっと、あの、放送作家で、構成作家でずっと裏方で台本書いてた人。ねるさんは無茶ぶり受ける方ね。無茶ぶりされる方。弾丸さんが無茶ぶりする方。だから、ダンカン、無茶ぶりとかで検索したら、今まで数々の無茶ぶり出てくるよ。検索してみる？ダンカン、説。ちょっと待ってね。ダンカンさんの無茶ぶりあるかな？出てこないな。うん、なんかいっぱい出てくるよ。うん、ダンカンさんの伝説が。鮫島さんはエントリーしなかったね。出なかった。鮫島さん出たら優勝候補でしょ。体の張り方えぐいんだから。
鮫島さんは優勝かっさらってたと思うよ。これ見たかったけどね。一回ね、男監督が俺出てもいいよって言ってたんだけど、鮫島さん面白いでしょ。だって配信会で唯一自分のうんこ食った人だからね。俺知り合いにうんこ食った人いるっていうのは誇りだからね。俺33年間生きてきたけど、自分のうんこ食った人知り合いに鮫島さんしかいないもん。いる？みんなの周りにうんこ自分で食ったことある人。しかもなんで食ったのかって言ったらお金がなかったからだよ。食い物がなかったからなんだよ。で俺鮫島さんの名言で一番好きなのは、ワド、うんこの味知ってる？うんこ味だよ。名言でしょ。うんこの味はうんこだよって言ったの。いやすごいよね。永久期間でしょ。永久期間。もう二度と食わないって言ったもん。うん、出たばかりのかどうかわかんないけど、鮫島さんうんこ食ったのは結構有名だよ。鮫島さん実家暮らしじゃないよ。そう、ダンカンさんは立川談志さんの元弟子なの。そうで、たけしさんに惹かれて、要は弟子入りしてたのにたけしさんのところ行くって言って、要は弟子を変えた、師匠を変えたの。そう、それも有名。それは本当。男官塾成功しても和道に得なくね。あるでしょ。だって例えば男官塾がボカーンってみんなに知れ渡った時に、スタッフで要は運営側でやってたって実績になるじゃん。だからテレビとかの番組とか、なんか配信者使う番組とかで、あ、男官塾裏方にいた和道くん使おうとか、次の番組使おうってなるでしょ。得でしょ。まあ演者としてはないよ。だけど裏方のキャリアとしては使えるでしょ。裏方もやろうと思ってるから。なんか配信者で困ったらあいつ呼ぼうってならない？裏方、それはね、昔から悩んでたことで、配信始めて1年ぐらいして、ある程度有名になった頃に言われてたの。お前裏方行けって。要は、浅井さんとか、海宝とか、のんちゃんとか、要はロハコさんとか、変人見つける能力はとんでもなくうまいって言って、要はポケモン見つけてくる能力ってお前もう本当に高いから、でいじり方抜群に面白いけど演者としては向いてないって言われた。だからお前が構成書いたりとかいじり方を教えて、芸人さんでキャラの生えてる人を使ったらもっと跳ねる番組作れるから、お前裏方勉強するか裏方に行けってずっと言われてたの。で俺はその頃配信者やプレイヤーだったから、裏方なんかやりたくないっすよっつって断ってたのよ。今は丸くなったよね。だから、だから面白かったらいいやと思って。はい、おはよう。ねえ、のみさんみたいなね。まあまあ何でも、もう今はリスナーさんが笑ってくれるんだったら何でもやるっていう。だからさ、言われてみればって思うけど、これ覚えてる？これね、実はね、今だから言えることなんだけど、ちょっと待ってね。実は今回の男官塾って、俺の中ではこれのリベンジができたって感じなの。ちょっと待ってね。ちょっと待って。これかな？ちょっと待って、どれだ、今出てくる、出すから待ってね。どれかな、これかな、コラボについてじゃなくて、ちょっと待ってね。あれ
どこだろう。ないな。あれないな。ちょっと待って、資料がない。これだ、これ。覚えてる？ペラリンピックって。これ、要は配信者をさ、雑談で面白いことで戦わせたいっていう企画考えてた時あったじゃん。やるよっつって、ロフトプラスワンでやるって言った。要は俺がやりたかったことって、ニコ生とツイキャスとフワッチ、誰が面白いのかっていうのを同じ土俵でやるっていうのと、過疎と大手とか本当に面白いやつを純粋に決めたいっていう思いがあったのよ。で、くしくもね、こうダンカンさんがね、それをね、できる環境があって、バージョンアップなもんだと思ってて、俺はなんかこうツイキャス、フワッチ、ニコ生でこんだけ集まってるイベントって今までなかったでしょ。ある、大手さんも含めて、フワッチ、ツイキャス、ニコ生のこれだけのメンツが集まって面白さを決めるってなかったじゃん。これはね、結構ね、配信会にとってでかいことだと思うんだよね。だから一番面白くなるの、俺はリスナーさんからして面白いのは楽屋だと思ってる。楽屋配信回し OK にしてるから。面白くない？だってネルさんとさ、かさ、ヒカルくんとかさ、そのフワッチのドレさんとかって絡みないじゃん。そこはなんかこうミックスするっていうのは俺はありだと思ってるんだよね。面白いなと思ってて。寒いか？そうかな。あ、そう。寒いか。絡むとつまらなくなる。おー、どうなんだろうね。ノイズって何？ドキュメンタルはどうなんだろうな。個室に閉じ込めてね、どうなんだろうね。別に旅団嫌じゃないよ、俺は。人が離れてっただけだよ。いや、楽屋でやるでしょ、楽屋は楽屋だよ。何も変なこと言ってねえだろ。見切ったも何もないよ。勝手に人が離れてっただけなんだから。うるせえなあ、本当によ。死んだ犬蹴るんじゃねえよ、バカ野郎。死んだ犬を蹴るな。いや、無茶ぶり一人一人違うことやるわけじゃないよ。まだ今調整中、そこは。一人一人に無茶ぶりすんのか、まあグループ分けして無茶ぶりすんのかで考えてる。別にカッコつけてねえよ、うるせえな。普通に話してるだけだろうがよ。楽屋って言ってカッコつけるってどんだけだよ、お前。配信系、いや、まあ相性が悪いんじゃないの。昔から動画勢と配信勢はリスナー、客層が違うって言われてる。何、楽屋って言っちゃいけないの、低所得者は。
身の丈に合ってないって何？楽屋って別に普通に使うでしょ。何楽屋って言ったらカッコつけてるって。楽屋は楽屋だよ。何がおかしいんだよ。あ、いいんじゃない？旅費こじってて。っていうか、来れなかったら首だかんね。いや、だって楽屋って言ったらカッコつけんじゃねえってコメントあったんだよ。いや、楽屋って普通に使うでしょ、日常用語で。うん。言ってねえよ、低所得者相手にしないなんて。書き垂れとか言わねえわ。だっせ。お前ら古いんだよ。ほんと人の発言を湾曲するからな。そこじゃないってお前がそこ言ったんだろ。分かってねえな、おめえだろ。あ、知ってる知ってる。タクヤ、ふわち配信やってるよ。前からやってるよ。うん。いや、全然食えるでしょ。カラオケの印税だけで何十万入ってくると思ってんだよ。うるせえな、何なんだよ。言ってねえもんは言ってねえんだよ。うぜえな。閲覧今どれくらいだろう。終わった？さっき見たら90人だったけど、どうだったかな。もう終わった？さっき俺が見た時は90人だったよ。104人だね今閲覧。うん、楽屋って言われたらムカつく人間なんだ。頭おかしいだろ本当に。うん、うん、いや勝ってる負けてるっていうもう発想が負けでしょ。閲覧が多いとか何になんだよ。普通に拓也の方がネームバリューあるでしょ。街中歩いたら、タクヤタクヤってなるでしょ。うん。いや別に怒ってないけど俺。ただ何言ってるか分かんない人がいるから何言ってるか分かんねえっつってんの。怒ってないよ別に。何言ってるか分かんない人がいるってだけでしょ。いや、弾き方ディス、今度は。何？お前の言うさ、じゃあ65号言ってみろよ。お前の言う最高にかっこいい生き方って何なの？言ってじゃあ、生き方がかっこいいと思うの。タクヤでやってる。プロ配信者が終わりだね。うん。プロが終わる。3日間の収入が4000円。閲覧100切り。オワコンでしょ。もう積んだ。花火上がらない。閲覧も100切った。もう過疎だよ。ただのマンスリーも県外だし、うん、ほんとうぜえな。151号、うざ。なんだこいつ、うぜえ。たけし軍団と揉めんの？俺が？なんで？お前の叩いた低所得者だよ。じゃあ俺低所得者だから叩いたんじゃなくて、お前の性格を叩いたんじゃないの？でお前が勝手に自分が低所得者だから叩かれたって思ってるだけでしょ。俺別に低所得、俺も低所得だし、低所得な人は悪だと思ってないよ。お前が叩かれたのは、お前が叩かれるような人だったからでしょ。違うの？お前の人格の問題なんだけど。俺普通に低所得な人は見なくていいなんて言ってねえから。うん。あ、いっちゃんか。うん。
被害妄想が半端ないよね本当に。裏方集しだしたらダメなんだなって思った。みどりさんみたいに前に出るべきなんだ。それはまあだから俺はずっと苦しみ続けてることだよ。俺だって出演したいよ、しょうがないじゃん。俺アイコス臭いから嫌いなんだよね。アイコス吸ってるとすげえ匂いくるから、周りにすごい不快な迷惑かかるから嫌だ。うん、俺被害妄想って被害なんか受けてないよ。どこが被害妄想な、妄想もしてないし被害も受けてないよ。劣等感が強い。うん、あ、いっちゃんじゃない。いっちゃん最近来ないかんね。なんだかんだ人集まる。そうかな。最近でも結構ひどいよ。本当に100人切るからね。全然集まってねえなと思って。100人切ったらちょっとやっぱ、ああ、やばいなっていうのあるね、最近。あ、いっちゃんじゃない。うん、5月に飛ばした反動 ?5 月、だってあれだよ、2月3月4月がピークで5月少なかったんだよ。だから多分ね、5月は本当はもっと少なかったんだよ。ご祝儀があるから、誕生日の。だからね、もうね、本当にもう5月6月、本当は5月で終わってたのが延命できたって感じだと思ってる俺は。実はね、2月3月4月の方が飛んでた。俺はアイコスなんか体に悪そうで嫌だね。匂いが半端じゃなく臭いし、臨床データが取れてないものっていうのは信用できねえよ。怖い。これは放送作家ではないから。なんか臭いよね、アイコスね。うん、あ、まあ、大悟は優秀だからな。ビジネスセンス半端ないもんね。大悟はまあ、稼いでんのわかるかな。うん、あの人、頭いいよ。いや俺テレビ側の人間になったつもりなんかないけど。ちょっと待って、勝手なさ、自分の妄想でさ、俺テレビ側の人間になったつもりなんか全くないの。何、楽屋って言ったらテレビ側の人間なの。もうさ、151号ぶっ飛びすぎだから。何をそんなにコンプレックスを感じてんの俺に。俺が楽屋って言ったら何、俺はテレビ側の人間になったつもりかよって思ったの。つっ、めちゃくちゃだな本当に。アイコすげえ臭いよ、ビビるよ本当に。うわ臭っ、何これと思ったらアイコスさん隣、だいたい隣にアイコスのやつがいる。で本人臭くないと思ってるからね。なんかすごいよね。まあまあいろんな人がいるからしょうがないよ。バーベキューとかやったことないんだよね。バーベキューとか全然やったことない。そういうリア充系のものは。何バーベキューって。だってさ、人が多いイベントじゃん、バーベキューって。そういうのにいそう俺。ウェーイとかやるんでしょ、なんか。いると思う、そのバーベキューの陽キャっていうの。なんかこう、キャッキャキャッキャしてるところに。のりこはずっと寝てるよ。うん、でもまあ別に買ってもいいんじゃないの。小さいライブハウスでも楽屋は絶対あるからね。本当だよね。なんか楽屋っていうワードに怯えてるんだよね。ちょっとじわじわくるよね。楽屋っつったらテレビかよみたいな。テレビかよってなんだよ。
俺も言おうかな今度。じわじわ来るね。アラジン行ってないよ全然。あ、クリスマスパーティーって言ってもね、まあだからあれは結構貴重な経験だったよ俺の中で。鮫島さん意外とそういうの好きなんだよね、サバゲーとか人が集まるところ。鮫島さん意外と陽キャだよね、うん。いやまあ苦しいよ。どれさんでもマンスリーだから俺よりも稼いでるでしょ。俺もマンスリー圏外だよ。だって毎回格闘技の企画、アッカさんに数万円払ってるからね、ジムのレンタル代。あれ全部どれさんが持ってくれてるから。どれさんどこら辺、下から見た方が早いな。下から見よう。下から見ます、もう。悲しいね。ヒカルくんが147位かよ。みんな金ねえな。ヒカルくん147位、水には150位なんだ。あきら、あ、全体的になんかおかしいな。モンジョリ俺いないもんな。厳しい。アベンジョさん稼いでるね。ワンタロー、あ、ワンタローに負けてんだ俺。カリスマさん、ネルさん、まあこの辺わかるな。でもネルさんが100位だもんな。いないな。ドレさんどこ？あれ？セブンさんがここか。セブンさん人気あるな。あ、ドレさんどこ？ちょっと待って。ドレさんも圏外なの？ちょっと待ってよ。あ、底辺の争いなんだ。アイラが48位。あー、やっぱ関慎吾強いな。あー、こんな感じだ。勢力なんかバランス崩れてんな。橋本くんすげえ。あー、ドレさんも圏外だったわ。両方ともランク外だね。まあこんなもんだよな。両方ともランク外だわ。今月はひどいよ、ちょっと。配信諦めてはないんじゃないの？全然普通にやってるでしょ。結構なんか入れ替わってるね。ふわっちなぁ。いや、焦ってる感じはあんまり見受けらんないね。裏っ引きでもしてんじゃないの？いやー、配信が終わりかなと思って。うん。若津。メンバー変わりつつあるね。今びっくりした。まあ、1年前とは全然違うよね。ユカチ500万ぐらい稼いでるよ。ステコロファイターが圏外ばっかりだからね。うん。弾丸塾低評価をしてきて、俺に言わなくていいわ。別に。なんで俺に言うの？あなたが何したかどうかなんか知らないよ。番狂わせっつうか普通に稼げてないね、俺は。だからただ単に普通に稼げてないって感じ。いやいや、知ってる知ってる。ダンカンのツイッターに和道文句書いてきた。あのね、ダンカン塾、ダンカンさんツイッター持ってないです。にわかでしょ。ダンカンのツイッターなんてないから。勢力図はまあ変わるのは配信会結構目まぐるしいよ。のんちゃんはリスナーだもん。配信者じゃないもん。いや、そう、投げるためにセーブとか言うじゃん、よく。
全然関係ないよ。誕生日の日だってあれだからね、あのここ数日のトップじゃなかったからね。だからいつも言ってんじゃん、大金持ちが気まぐれでボンボンボンってファンタスティックたまに投げまくってくれる時とかあるじゃん。ああいう時の方が多いよ。うん。あ、ダンカン塾のツイッター、はいはいはい。うん。和道の文句書いてきた。どれどれ見てみようか。ダンカン塾と誕生日100万いかなかったよ。42万とか、半分もいかなかった。ああ、まあのんちゃんの方がアイテム上がるよね。うん。いや、なんか別に弾丸塾に文句見えないけど、どこに書いたの？いや、ないけど、和道の文句なんか、うん、ないね。嘘だ。うん、まあまあいただいたね。ありがとう、風船ありがとう、アイテムありがとうございます。まあ地道に続けていくのが一番だよな。地道にやるのが一番いいんだ。コツ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 。うん。40万すごいよねえ。3年前ぐらいからしたらねえ、考えられなかったよ。うん、風船ありがとう。サンキュー。ユカチーはえぐいよね。100万超えがえぐいよな。100万なんか宝くじ当たらないと見たことないもんね。100万稼ぐって結構異常な才能だからね。ああ、いや今貧乏じゃん。ふわっちできた頃金杯が30万ぐらい。あ、そんなもんだったんだ。今100万超えてるもんね、金杯さんも。そう考えるとふわっちの伸び率ってすごいよな。俺結構後発組だからな、ふわっちは。エセアカに相談して、あ、こういうサイトあるんだって言って始めたんだよね。のんちゃんの食費は相変わらず俺が出してるね。え、勉強って何？勉強料って。何の勉強？何の勉強？俺月50万もいかない。20万とか20万中盤までいったらいいかなっていう。だから30万安定してたらまあすげえありがたいって感じ。25万とかいったらちょっとまあなんとか乗り切れるなっていう。トレーサーのインテリジェンスがよくわかんない。トレーサーのインテリジェンスって何？俺が50万も行くわけねえじゃん。ラマンスリー圏外なんだから。50万行くってことは最低50万ポイント書いてるってことだからね。これね、アルークって言って格安メガネ。なんか3000円とか6000円とかあるじゃん、格安メガネ。うん。課金される配信者の分析は、だから俺はいつも言ってるけど、金持ちに気に入られたやつが儲かるだけだと思ってる。だから本人が面白いとか面白くないとかルールが変わった。昔は面白い人がこうバン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 閲覧来て、その閲覧の中から大金持ちが囲い込んでその飯をおごったりとかそういう感じだったけど、今は人数関係なくただ単に金持ちに気に入られるかどうかっていうのが指標になってる気がするね。うん。コンテンツとかよりもキャラクターとかビジュアルとかその辺、
だから結局その貢ぎたいっていう、なんかホストクラブみたいになってきたなっていう感じだと思う。コカインこれがコカインだと思ったの。俺コカインっていうのが どういうものなのか分かんないけど、普通にリップクリームだけど、コカインってこうやって塗るの、こうやって使うもんなの。いや分かんねえわいやバセリンだけどただ単に薬局で買ったけど、ユカチーの魅力、いや一発やりたいやつが多いんじゃないの、ユカチーと。まあキャバクラだよな、キャバクラ。あ、うまいよね。便所さん企画の人だからうまいと思うよ。面白いし。便所さん仕事してるよね。すげえわかるわ。ちゃんと配信を仕事にしてると思う。あら、プロでしょ。便所さんキモいか。俺はキモいと思わないけど、キモいかな今の金梅さん。俺は昔のピンでプレイヤーやってた頃の金梅さんは抜群に面白いと思ったけど、まあ今はネタがねえんだなっていうか、なんかもがいてる感じがするねしない？金梅さんの方が苦しそうに見える。なんかネタがなくて、なんかもうなんかちょっと軽く鬱なんじゃねえかなっていうか、頑張ります。のりゆきさんはずっとすごいかんね。金梅さん今苦しそうに見えるけどね。面白いことやりたいんだけどできないっていうか。朝比奈編は見ないね。もう女が変わってるだけで全部一緒なんだもん。だから温泉行くだけでしょ、ただ単に。で温泉行って酔っ払ってぶん殴るだけじゃん。でもうなんかぶん殴ったら次は逮捕だから、ぶん殴れなくなったから、唯一の落としどころである女をぶん殴るっていうコンテンツじゃなくなったから、だからもう唯一あるとしたら朝比奈がぶん殴る方になるしかないと思ってんの。で朝比奈は殴んないでしょ。いや朝比奈が殴ったら面白いよ。でも金梅さんが描いてる絵はそこだと思うんだけど、乗ってこないんだろうな。まあみんなもがいてるよね苦しいよね。あ、まあサラリーマンと比べることに意味はないと思ってるけど、いやサラリーマンも大変でしょ。アルバイターも大変だし、フリーターも大変だし、ニートも大変だと思うよ。別に配信者だけ大変だとは思わないけど、ただ比べても意味ないよ。金梅さん賢いよ。賢くないと配信なんてできないでしょ。リスナーの裏書かないといけないんだから。いや、その新八丁のモノマネ、金梅さんのモノマネをしてるのは俺はリスナーだと思っててただのファンクラブっていうか模倣犯でしょ。あれはまた別のジャンルじゃん。ただの金梅さん好きすぎて同じことやりたいっていう子たちじゃん。キッズたち、小林でしょ。小林、あれは配信者ではないから。単純に金梅さんに憧れてるキッズたちだから。秘密基地みたいな感じだよね。そうそう、アダルトだから。そうそう、配信者とサラリーマン比べたところで何にもなんないよ。
そもそも生き方が全く違うの。引退詐欺はまあ普通に減らってるだけだと思うよ。なんかなかなかうまくいかなくて減らって構ってって言ってんのと一緒だから。配信に引退もクソもねえだろ。勝手に始め、芸能人とかさ、 CM とかさ、事務所とかの問題でさ、記者会見開くのはわかるけどよ。スポーツ選手とか取り巻きがすごい人が関わってるから。配信なんかのお前スマホのボタンを押して勝手に始めてんじゃん。それに引退もクソもねえだろっていう。笑わせんじゃねえよっていう。まあどうなんだろうね。色恋してるらしいけど、うん、噂では色恋してるって聞くけど、まあいつまでやるんだろうな。まあやりたけやればいいし、飽きたらやめればいいじゃん。ヒカルくん最近閲覧落ちてきてるっしょ。ヒカルくんなんか力抜いてなんか配信やり始めた感じがして、一回突っ走ったからね、バーっと。なんかちょっとね、実業の方とかもあるし大変なんでしょ。いや、色恋してるっていう LINE は来たよ。うん、なんか私昔こういうことされてましたっていうのはよく来るけど、まあ別にやね、そんなん知らないでしょ。うん、テルは企画ちゃんとやってるよ。うん、あ、そうなんだ。ヒカルくんがテルチャンピオン押したんだ。へえ。あ、そうなんだ。知らなかったな。へえ。そういう流れがあったんだ。はあはあはあ。うん、まあ俺はほらその銀前さんとかヒカルくんみたいに1000人とか呼ぶキャラじゃないから、うん、まあなんつうの、向こうはでかいけど俺はなんかあれでしょ、別にいなくなってもいても別に誰も悲しまないでしょ。俺大麻吸ったこと一回もない。あ、そうなんだ。ヒカルくんのおかげなんだ。仕事っていうかね、仕事してんのかな、遊んでるだけな気がするけど。初見さんいらっしゃい。もし面白かったらフォローしてってください。お前は顔ブサイクだからもがいてる方さ。え、どういうこと？顔と関係あんの？そんなにブサイクかな俺。30過ぎると吸っても大して飛ばない。あ、いや、まあ大麻とか別に全然興味ないけど。言うのんびりって誰？一応厳密に言うと違法なんだって。あのフランスとかでどっかで吸うとかって。でも逮捕された事例はない。ありがとう、ハートありがとう。おっぱい出して、出したきゃ出せばいいんじゃないの。うん。俺がおっぱい出したら花火飛ぶかな。試してみよう。ダメか。ダメだったわ。うん。ダメだったわ。いいなぁ、女の子は。
頑張ったのに、セクシーだったのにね。ねえ、あ、飛ぶんかい。花火ありがとう。飛ぶな。マジか。飛んだわ。飛んだわ。花火ありがとう。嘘だろ。飛ぶのか。おっぱいが足りなかったんだ、俺には。おっきいっしょ。需要あるじゃん。風船も飛ぶし、ハートも飛んだわ。バンが、乳首バンなのは、あの、キャス。ふわっちはオッケー。抱きたいと思ったの。味しめるな。小出しにしてみよう。うん。一日一回辛かったらおっぱい出そう。うん。小出し小出しでいこう。バカと風船、アイテム飛びまくってんな。ありがとう。需要があったね。うん。舐めたいっつって。うん。のりこの乳首で俺は初番食らってる、ふわっち。唯一の番はのりこの乳首で番になった。みんながなんか、後ろで着替えててのりこが。実際映ってないんだけど、冷蔵庫の黒光にのりこの乳首が反射しちゃって、バンバン飛ぶな、アイテム。ありがとう、アイテムたくさん。すげえ俺の乳首需要あるじゃん。そう、ただ事故っちゃって、一回だけ番になったね。うん。すげえアイテム飛ぶな。なんだこれ。めちゃめちゃ乳首飛ぶじゃねえかよ、アイテム。こんなに可能性含まれてたのかよ。飛ぶんかい。うん。ゲイリスがあったね。2丁目に需要があったね。うん、もう一回やってみようかな。ちょっと今度は、あの、あれ風に、なんだっけ。プレイボーイ風に。2回目はない？ないか。うん、ないか、うん。なかったね。小出しにした。飛ぶんかい。花火ありがとう。飛ぶのか。捨てたもんじゃなかったな。2回目も飛んだわ。嘘だろ。ありがとう。花火ありがとう。うわぁ、すげえわ。もうずっとおっぱい出してようかな。飛びよっちゃった。半端ねえな。まさかの、ありがとうございます。飛ぶんだな。いや、わかんないよ。だから、需要がどこにあるのかわかんないんだよ。本人は絶対飛ばないと思ってたのに飛ぶんだよ。今まで出さなかっただけ。うん。ドレさん意識してないわ、俺。うん、素敵っつって。恐ろしいな、この世界。メンズズラ？ズラ？ズラ？かぶってみる？ズラあるよ。ズラ、ズラかぶってみっかじゃ。ふっさふさ。ふっさふさだよ、うん、めちゃめちゃ髪の毛多くなったな、うんうん、髪の毛多いとこんな感じだから。ズラ？え？ブラ？ズラって言わなかった？うん、かっこいい。アイラみたい。アイラっぽい。うん、ビッケ。フル。ヒゲない方がいい、うん。いや、おっぱい出したら飛んだ。気持ち悪い。やめてって何？ズラかぶったら飛ぶんじゃねえって言ったから、ズラかぶったんだけど。ビジュアル系バンドを意識してんだけど、このズラ。襟足うぜえ。あ、飛ぶんだ。花火ありがとう。ずらかぶっても飛ぶな。何やっても飛ぶじゃん、今だったら、うん、すげえ。ずらまで赤。いや、赤が好きなんだよ。あ、前髪うぜえ。
前髪超うぜ。ちょっと待って、前髪の位置変えるわ。うぜえな。いや、ハゲの方がいいじゃん。あ、ラジコンが受ける説はあるかもしんないな。血芸は多分ね、一発番だと思う。一発 A 番になると思う、俺の血芸は。ほんとイケメン。老けたなーってやめて。老けたなーってやめて。やめて。髪の毛があるやつはこんな感じなんだ。何その顔やめてって。アヒル口。やめよ、もう暑い暑い。はい、うるせえよ。メガネロックがわかんねえな。いや、俺の血芸すごいよ、うん。はい、こんばんは。ハゲが似合うね。神様、いや、よく作ってる。本人に似合うように顔を設計してくれてんだよ。よりめパラダイスっていうパワーワード作んないで。粉流できたことないね、俺は。この方がイケてる？ありがとう。115号さん、花火ありがとう。ありがとう。普通がいい。普通が。血毛植物、朝顔。うん。朝顔だね。うん。ずら脱いだ方がムカつくの。もう何やってもムカつくってことでしょ、それ。何もかもが気に入らないっていう状態でしょ。素敵っつってカツラカツラ、え、前髪ここ、これは地毛だよ。地毛地毛、うん、地毛、うん、カツラじゃない。粉瘤って痛いんだ。ユイガが和道は和道でいい路線入ってるって、ああ嬉しいっすね。パイセンにそう言ってもらえると、ありがとうございます。うん。じゃあじゃあ、プリンセスガーデンだから、壁に穴開けた。あの動画はここだよ。物が増えただけ。目がかわいい。ファンサービス。まあ、不良品だよな、本当。ポンコツだよね、ポンコツ。上の人が変わった？いや、上の人がもう心折れたの。俺の方がうるさいっていうことに気づいて、戦っても無駄だっていう。要は上の気違いが、俺の方が気違いだっていうことに気づいて、最近ね、俺挨拶するんだけど、わーっつって逃げてくんだよね。いや、夜中に叫び回るから。うん、俺今、生ポじゃないよ。現存する一番古い和道の動画は、じゃあ見せようか。見せるわ。ちょっと待って、検索していいよ。一番古いやつでいいの？一番古いやつでいいの？動画。ちょっと待って。あるか、残ってるかどうかわかんないけど、検索するわ。俺の記憶にあるやつね。見たい？和道の動画、ちょっと待ってね。
まだあんのかな、あれ。ちょっと待って、探すわ。千葉スタイルは省くけど、うん、千葉スタイルは割愛させていただくけど、見えてる？一番古いかな、うん、これかな、うん、これが多分一番古い俺の中で、多分記憶に残ってる限りだと、うん、はい。うん、いやプロモーションビデオ、うん、本人本人、うん、いや自己啓発系かなんだか、ジャンルは別にないけど、生まれて初めてパーマかけた。千葉スタイル、あれだって22歳とかだよ。22だね、うん、多分これが22だね。いやだから会社作ってやってた頃、いや若いね、うん、別にアウトロー配信者じゃないよ。面影ない、会社狭い、ベンジャーだもん。いやハゲてるのは別に今でもハゲてるでしょ。髪切るお金がなかったんだよこの頃。だからこのユンケルが3本あんのいいだろ。このユンケル3本がリアルだろ。寝ないで仕事やってたんだよ。真面目にやってたね、うん、目は寄ってるわ。大学行って勉強してみたいって言ってた。ああ。別に何も企んでない。怪しいビジネスマンか？別になんか普通の感じじゃない？お客様が決め、あれは俺が書いたんじゃなくて、あそこの社長が書いてたんだよ。お客様が決める時代って書いてあった。お客様が決める時代って。別に俺が掲げてたわけじゃないよ。
うさんくさいかな、うん、そんなにうさんくさいんだったらこっちの方がよっぽどうさんくさくない？社員じゃないね、こっちの方がよっぽどうさんくさくないか。こっちの方がよっぽどうさんくさいでしょ。違う？うん。これが、26か7かな。うん。これは26か7。これはもう、臭いだ。うさんくさいを通り越して、臭いのレベルなんだ。おぉ、臭いか。うさんくさいで言ったら、俺はこっちの方がうさんくさいと思うんだけどな。いや、与沢翼みたいになってるもんね。うん、やりたい放題だよな、ほんと。自分と全然違うな、同じ人間かと思えないよね。なんか他人見てる感じだもん、うん、あ、そうそう、朝岡幸治さん、うん、あれはマネキン、マネキンってなんだろう、ネットワークビジネス、うん、とルームシェアやってた。スーツ盛りすぎ？いや、3万円ぐらいのスーツだよあれ。うん、3万円ぐらいのスーツ。ちょっとトイレ行ってくるわ。バブルの頃、あれ六本木ヒルズの最上階だからね。別にそんな儲かってないよ全然。ネットワークビジネスやってたよ俺、うん、デビー夫人出てきたらうさんくさい、わかるかもしんない。さっきの会場ここね、アムウェイじゃない、有名どころやんなかった、ここここ。これ。アムウェイみたいなやつ、そう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 。ここね。なあ、もう、すごいのよ。これ、わーって自動で開いてくんだけど、その、もう、全域、最上階ってこうなってんの。で、パーティー会場なんだけど、こんな感じで。で、貸し切ってやってたの。いや、すごかったよ、本当に。そうそう、こんな感じで。パーティーとかやるときはこんな感じになるんだけど、こんな感じでビュッフェだったね。うん。夜景がすごいんだよ。こんな感じで。夜景がブワーって。あそこがなんか金持ち、もうとんでもない金持ちばっかりなのよ、みんな。あの時すごかったね。ニュースキンでもモナビーでもニューウェイズでもモリンダでも何でもない。進行形のネットワークビジネス。奥どころか、10万円ぐらい今、貯金があるぐらいかな。貯金っていうか生活費。俺は金持ちじゃないよ。うん。なんで辞めたの？逮捕された時に、権利剥奪されちゃったんだよね。権利収入、毎月40万ぐらい入ってたんだけど、うん。逮捕された時に全部なくなっちゃったんだよ。犯罪を犯したら、会社に権利剥奪だって言われちゃって。月40万ぐらい寝てても入ってたよ。で、今頃だったら多分100万ぐらい入ってたんじゃないの？ 100 万、200万とか。どん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 増えていくから。まあ悔しかったよね。
もうやだ、もうやる気ない、もう本当に一生懸命やったから、もうあの地獄を味わいたくない、もう本当に大変だから、いやもったいなかったね、うん、だから俺よりも下のランクの人が今200万もらってるとか言ってたから、ずっと入ってきてるって言ってたから、うん、もうやだな、もったいなかったよな、うん、金運ないんだよね金運ない。でもね、俺はね、占い師本当に金運ないって言われるんだよ。ただあのね、人の運は半端じゃなくいいって言われる。アムエじゃない、進行形のやつ。そうそうそう、ああそうなんだ、へえ。今入ってないよ、入ってない、70万なんか稼いでないよ。あ、新、なんて言った、あ、だから新な、新しいやつ、うん、メタモルフェロモンとか知らない、うん、いい人に使われて当たるタイプなんだ、へえ。まあまあ人の運はすげえある方かな、うん、人の運はすげえある方、うん、不労所得ないよ俺、ないない、ああまあ、うん、ないな、うん、YouTube そうかなと思ったけど赤字だからないね、今はないです。今は不労所得持ってないですね、いいんだよ労働所得で。まあ別の人だよね、もう考え方も生き方も全然違うから、5年前6年前と。いや向いてないなと思った、やっぱりね、あのビジネスマン、上場企業の社長さんとかも何人も会わせてもらったの、もうね、あの発想力が違うし、あとベンジャーで若いやつですごいやつとかも会ってきたんだけど、発想が違うのよ、その従業員との捉え方とか。だからもう無理だと思って、あ、じゃあスタッフさんに給料払って YouTube お願いしてるから、あ、赤出てるんだよね、なんとかねプラマイゼロまで安定して持ってければいいなと思ってんだけど、今配信しなくても生活できたら配信、あ、絶対やめない、絶対やめないっていうよりも、配信を仕事として捉えてなくて、あの喋りで食っていきたいっていうのが根幹にあんの。 おしゃべりが上手くなって、喋りでこう要は投げ銭で食っていきたいというチップで、喋りで使われる人になりたいの。そう、喋りで食っていけんだったら別にあの舞台でも何でもいいと思ってんだけど、すっぱりやめたけど怖かったよやっぱり、うん、全く違うところで勝負するわけだから。やっぱライブハウスやってたこともあるんだけど、ライブハウスもやめるの怖かったし、あと会社立ち上げた時もね怖かったし、それもやめるって言って配信で一本でやってくって言った時も怖かったね、うん。いや誰かと比べてトークスキルとかよくわかんないな、うん、新しく立ち上がったネットワークだね、人を騙すって俺誰か騙したか、それって詐欺事件の印象があるからこの人詐欺の人なんだっていう印象だけでさ、俺別に誰か騙してるっていう感覚ないけどね。騙すってだってお金を搾取することでしょ。だって実際その詐欺もさ、ばあさんの600万預かったけど俺会社に渡しただけで俺1円も入ってきてないし、なんか別に誰かを騙してるつもりないんだけどね。あ、サブカル系の人間になりたいね。そうだね、え、ていうか配信ってサブカルじゃない？サブカルのメインストリートだと思うんだけど俺。声ね、俺コンプレックスなんだよね。うん、支援者いるよ。いるいる。だから花火くれてる人とかアイテムくれてる人は支援者だと思ってるけど俺は。うん、1円でも投げてくれた人は支援者でしょ。あ、進行させるっていうか、あ、まあ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 、それは昔からあるかもしんない。うん、だから部屋の中にいつも10人以上いたもん。とにかく毎日誰かが10人以上いた、部屋の中に。でギター弾いてたり漫画
やってたり、俺と飯食いながら4人ぐらいと話してたりとか、だからなんか人が集まりやすいっていうのあるね。ああ低い声出ないんだよね。ああワドツです。皆さんワドツです。なんだこれ。いやどこ行ったんだろうね、わかんない。まあみんな元気だったらそれでいいよ。わかんない。ダメでしょ、甲高いんだよね声が。どこ行ったかね。まあまあまあわかんないよね、離れていった人は。まあみんな笑顔で幸せだったらそれでいいなと思ってるけど、あ、カー君とサボちゃんこの前コメント打ってくれたよ。この前ワードツーって言って、サボちゃんとカー君はなんつったかな、なんかちょろっとやったけど、なんか一言二言この前書いてくれたね、サボちゃんとかカー君とか。でも俺カー君支援者って言ってるけど、俺カー君から花火もらったことないよ。1回か2回だから爆投げされてないよカー君から。あれでしょ、あのなんだっけ、ナックルズの取材の件で仕事を振ってくれるって感じでしょ。千葉スタイル本人ですか、本人ですかっていうか、俺がやってた会社のサービスが千葉スタイルっていうサービスをやってたの。わかんないね、リスナーが定着しない。まあ長い人は長いけど、逆に言うけどみんな何ヶ月目なの俺のリスナー。みんな書いてよ、俺の配信何年なのか何ヶ月なのか全員書いて。どの面下げてきたというか、まあ普通にコメント打ってたよ。一番配信してて一番暑かった、暑かったっていうか、まあわかんないな、初見なんだ1年ぐらいか。昨日の今日、6年、俺配信5年しかやってないよ。何怖いんだけど。なんか一人変なやついんだけど、俺配信5年しかやってないのに6年見てんの。まあまあやっぱり新しい人が多いね、一人だけ6年とかいう亡者がいるけど怖えんだけど。16年もいいんだ、半年ぐらいか。まあ入れ替わってんな、だいぶ見たり見なかったりで2年ぐらいか。4年半。1153。すげえな。この人本物だね、4年半ってリアルだね。売れ始めるか、要はコミュニティフォロワー数が1000人ぐらいで20人30人の頃から見てるって感じだ。潜って2年か。首輪つけて渋谷を四つ這いで歩いてた。初めて、それ橋本くんだわ。俺そんなこと一回もやったことねえわ。ああるわ、渋谷じゃない、新宿、エミさんの時でしょそれ。全然情報が違う、エミさんとの配信でしょ、新宿でしょ。だから5年以内だっつうの。都知事選に出ようとしてた時から見てる。あー懐かしいね、すげえ古いじゃん。新宿新宿ある、多分これのことだと思うんだけど、この配信じゃない、この配信、これでしょ、これでしょ、この配信でしょ、違う。すげえ、どういうことっていうね。これでしょ、多分初めて見たの多分これだと思うんだけど。いやだからニコ生ってこういう場所だから。今考えるとすげえ企画だなこれ。ちょっと面白いね。いやいや。いや B カップはあるでしょ、 B はあると思うよ。どういうことだよこれ。ちょっと面白いなこれな。じわじわ来るね、多分これのことを言ってんだと思うけど、輝いてたね。
ステコロの後、あ、この SM 配信、いやいや、これ支援者いないダメだよ。この縛ってる人ってテレビとかに出てる人の、千原ジュニアとか縛ってる、本物多分日本トップクラスの金箔師なの、縛る縄の人で、確かなんだけど1時間のギャラ5万とかだよ。この人スポンサーさんがやってくれたんだよ。で、SM の部屋っていうのがまた高くて、1時間8万でギャラが5万だから10万包んだって言ってた。このこの動画のために10万払ってくれる人がいるんだよ。これ10万円だよ、これ10万円で。俺この時ギャラ3、4万もらったもんな。3万ぐらいもらったよ。その金持ちのリスナーさんがいて、 FX で大成功してて、月200万とか不労所得とかあんの。サラリーマンやってて FX で200万ぐらい稼いでるから、もう面白いの配信が大好きだって言って、で、あの、もう面白かったら金に糸目つけないような人で、3万円で縛られてるけど、これ多分ね30万ぐらいかかってるんだよ、この企画に。いや高いけど、まあそういう世界だからね。この人有名な人だよ。この人金箔師で検索したら絶対この人出てくると思う。すごいよね、こういうのやらないのっていうか、だから予算がないでしょだからリスナーさんが金出すんだったら何でもやるっつうの何でもやるよ、面白かったら。いや俺は別にエミさんとは初絡みだったから全然何でもやりますよっていう。それがね痛くないんだよ。本当にびっくりしたんだけど、空中に浮いてる感じなの。痛いと思うじゃん、縄の跡とかできるんだけど、浮かされてる感じなの、しっかりロックされてるから。うん、あんまり綺麗な縛りに見えないって何ぞ。俺縛られたこと何度もあるけどみたいなマウンティングある。あー、この縛りあんま良くねえなーっつって、そんなマウンティングの仕方ある。あーあっつって、何縛りかっつって、あれじゃあ俺は行かないよみたいな俺まさか縄でマウンティングされると思わなかったから。うん、 FX 社長うるせえのこの動画のスポンサー、ごめん何言ってるか分かんない、どういうこと。 FX うるせえこの動画のスポンサー、うん、これぶち切れて床に叩きつけられたら面白いな。あのね、絶対切れないね。こんな太さの縄だから。すごい太い、柔らかい縄なの。うん、いや、あるでしょ、それは。わかんないよ、その世界を、うん。乳首出したらいくらでも集まる野郎が。ああ。確かにね。必殺乳首があるから。行ったとかじゃないよ。いや、プレイとかないよ。ろうそく垂らされて、鞭でしばかれたぐらいかな、この後。あ、ブランコみたいな感じだよね。まあ、意外と痛くなかったね。なんかもっと痛いもんだと思ってたから。ねえ。普通の人はそこじゃないでしょ。なんでプロ目線でこの像どうだみたいな。もう楽しかったね、この日は。うん、米の帽子は犬。ワンちゃんの帽子。出遅れた、もう一回。なんで何回も見せるのこれ。いる？なこうだっつうの。この動画見たい。これはね、2015年7月って書いてあるから3年前だね。3年前の動画だね。多分。3年前。うん。すっごい縛られてるでしょ。うん。揺らされるんだよね、なぜか。回転もさせられるん。うん、まあ、こういうことやったかな。うん、2回目の方がじわるんだ。これで、この像、まあ、だいたい1時間5万とか、そういう世界らしいよ、SM って。俺はその世界のことよくわかんないけど。でも立たなかったよ。
修行僧の苦行あ、いやだからあのエミさんが考えた企画で、その要は私女だからエロさが出たら面白くないからっつって、面白い体型してるなんかその縛られ役が欲しいって言われて俺が声かかったの。セゴナだと深いっすね。僕は何人ぐらいだろう、多分10人ぐらいで飲み会だと思うけど、あーなんかそうらしいよ、官僚とか歯医者とか社長とかストレス溜まってる人なぜか SM に行くんだって、うん、FX で大損こいてないと思うよ相当、だってもう数億円あるって言ってたもん。要は FX で月2万稼ぐ、いや200万入ってくるって多分種銭がでかいんだよ。であの FX 配信の人とか見てるけど、あのこの理論じゃないんだけどなとか言ってたもん。俺よく分かんなかったけど、練習は知ってるっつうか今日も練習かな、今日も練習オフ会で乳首、いやだから粗々に出せって言われたら出すよね。この前ちょうどおとといかな、もう今日も行くんだけど、OPBF のチャンピオン2冠王の人に今教わってて、もう日高さんっていう人なんだけど、その人に教わってこんな感じでトレーニングやってるね。これがおとといドレさんでやったやつかな。今日アイテムありがたいですね。さすがにさ3日間で4000円はきついよ。3日放送やって4000円だからね。まあこんな感じかな今。いやめちゃめちゃいい体験してるよ。 GFF って何、ハゲは進んでるね順調に。あ SM はプライド高い人の方が、鍛えてぽっこりお腹、いや腹出てるよ今。人生で一番太ってんのは今だよ、体重めちゃめちゃ上げたから。まあだけど締まったは締まったよね。体重上がっても筋肉の量と走ったりトレーニングはしてるから締まってはいるかも今が一番。いやだから飛ばしすぎだっつって笑ってるんでしょ、そんなん体力持たねえよっつって、力抜け力抜けって笑ってんの。ドレさん格闘技やるとき笑うんだよね、格闘技大好きだから。夕飯っていうか今日の朝飯はご飯とおむそばだったな、のんちゃんに作ってもらった。昨日は筑前煮だったね、昨日おとといは。まあ、こんな感じかな練習は。テルトもやったよこの前、見る？テルトやったのどんな感じだったっけな、テルテルテル、ちょっと待ってね、テルテルテル、これかテルトもやったよ、これがテルとやったやつ。ヘッドギアするとピーカブーって言って前にかがむやつだから、俺目視界が真っ暗になっちゃうから無理なの。要はグローブを目のところまで上げるスタイルだから、グフフって人3億円も稼いなんだ。いや行かないよ、3日で4000円笑えるでしょ、 えぐいよね。まあ基本的に格闘技の本質は喧嘩だからね。どうだろうね、まあ体重が違うかな、テルと俺は。身長同じぐらいだけど体重10キロぐらい差があるから。あー戦う時笑う人いるよね、人殴る時に笑う人がいるんだよ、戦うっていうよりも。良くなったかな、どうだろうね。まあまあ捨て頃恥かかないように頑張ってるけど、避けるのうまいよね。あと距離感が遠いんだよねテル。俺がそのなんだ飛び込みがないから距離が全然違う。まあ運動神経はどう考えてもいいでしょ、フットサルとか見ててもサッカーずっとやってたし。
これはテルとやった時か、4月だね、これ2ヶ月前。テルに勝ってもらわないと困るって感じかな、俺は。よく言われるんだけど、テルに負けたわけだから、クモン竜に負けるとクモン竜より弱いことになるの。ただテルが勝ったらクモン竜とワドウどっちが弱いか分かんないよねって、うやむやになるからだからテルが勝ったらクモン竜とワドウどっちが強いんだ論争になるから、わかる。でもクモン竜が勝っちゃうと、クモン竜が強い、テルがその次に強いで、テルに負けたワドウ一番弱いってなるから、うん、そうそう、リスナーさんと試合した時のやつ、だから俺はテルに勝ってもらわないと困る。クモン竜はファイターだね、ジムずっと通ってるし、どっちが勝つかは分かんないけど、まあテル相当蹴り重いからね、最新の練習動画はだからさっき見せたやつよ、もう一回見る。最新のやつは、いやだから YouTube チャンネル登録してたらいっぱいあるよ。チャンネル登録してよ、 YouTube。 ここの YouTube チャンネルは俺のあんじゃん。ここにちょっと下に行くとこうなるから、ここにいっぱいある。ペニーさん、胸筋さん、プロ格闘家原田芳樹さん、ドレさん、テル、バブー達彦、みやびくんって、もう練習全部動画上げてるから。カズ軍曹とかミッド打ちとか、あの最新のやつ一番下にあるんだけど、これとかも結構すごかったよね。これはもうすごい経験だったね。テルコンビネーション使えないよね、野生で戦うよね。これがまあ最新だね。まあ、俺格闘技好きだからね、スローモーションで見てみようか。カウンターで漫画みたいに首が弾け飛ぶっていいだろうこれ漫画みたいでしょ、息切れするよ。でもタバコ好きなんだよね俺。このあとこれこんなん立てるわけないじゃんね、すごいだろう。こういうことやってるよ今。いやプロっていうか世界7位だからね、触っただけ。これはだからカウンターって危ないっていうのは、相手の威力と、いや触るだけであんだけ首吹っ飛ぶの。だからあれをパンチ振り抜くと、要は記憶飛ぶんだよ、立てなくなるの。よく見るあの K1 とかのやつはあれを本気で振り抜くの、タイミング合わせて。あれがプロの技よ。YouTube チャンネル登録してくれてたら、こういうのいっぱい上げてるから見れるよ。もしよかったら俺のチャンネル登録してよ、公式。成長してるかな、そうかな。世界7位の人に教わってるのね。世界7位の人にトライしたみたいな感じでやめて。世界7位とやったのかって。それ勘違いされるから。世界7位の人に教わってるの。教え方めちゃくちゃうまいよ、この人。教え方えぐいうまいから。ちょっと聞いてみる？教え方。教えてる動画あるから。すごいよ。ここを多分教えてくれてるところ。これ。タバコはやめるつもりないですね、僕は。ボクサーを目指してるわけじゃないんで。
回は OK ないです。タッキングは真下、真下いきますよ。うん、顔に当てますね。ねえ、すごいよね。よく見て、よく見て、下で、よく見て、うん、股関節、うん、OK、うん、こういう練習してるね。うん、うん、しっかり見えてます？見えてます？OK、OK、こちら見て、こちら見て、うん。素晴らしいよね、コーチ。ま、こっちで巻いたら、フック、OK、こっち巻いたら、フック、OK、こっちやったら、OK、腰で、どうぞ、はい、こっちで、フン、ナイス。こういう、いやガチの格闘家無理でしょ。親父の練習とか見てたから。親父サラリーマンでまだ35まで現役だったんだけど、朝4時に起きて10キロ走って、で日曜日とか8時間ぐらいサンドバッグ叩いてたの。だから8時間トレーニングできる人じゃないと無理だよ。毎日親父が朝のランニングロードワーク10キロサボってんの見たことないもん。ほら、親父格闘家だったから子供の頃記憶があるんだよ。だ親父の匂いってワセリンの匂いだからね。タイガーバームか、あのツーンとした匂い。いや、だからティーチング、コーチングの理論が分かってなくて根性論だと思ってるんでしょ。なプロになるって甘い世界じゃないよ。必ずフックで終わらない。ガン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 、これをまず頭に叩き込みましょう。まずボディにワンフットフォー、ナイス、オッケー、はい、ガンガン、そう、オッケー。で、ここ、こう下がってこうすると時間が空きますよね。フック打ったら肘を畳んで腰を上に上げてあげるだけ、それだけ。全ては肘と腰だけ。喧嘩弱いよ。はい、フック、パン。でも喧嘩する人嫌い。いいですね。喧嘩大嫌い。うん、そう、力抜いてそれをやる。腰全部持ってくる。ナイス、素晴らしい。いきましょう。いや、これさ、超貴重だよね。明日日高さんに、明日日高さんに会うんだけど、YouTuber になりませんかっていう。日高さん、あの自分のジムでコーチやってるから、あの動画でこういうワンレッスンみたいな、ジャブの打ち方、フックの打ち方っていう動画作りませんかっていう、ちょっと提案しようかなと思って。これ多分需要あるから。はい、プンプン、腰で、はい、プン、はい、いいっすよ、はい、パンパン、いいっすよ。ちょっとトイレ行ってくるね。そう、放送だよ、時間。ちょっとトイレ行ってくるわ。上がっちゃう。OK、腰から最初に出るイメージ。そしたら必ず手が最初に出る。最後に出てくる。いいですね。もうジャブとか来て、もうとりあえず頭を振って、頭を振って、手で上げて、そうそう、入ってきて、そうそう、いいですね、それ完璧、素晴らしい。で、振ってきたら真下に落ちる、真下に落ちる、そう、真下に落ちる、真下でいいですよ、ふん、前に入ってきて、前に入ってきて、うん、そう、いいですね、素晴らしい、素晴らしい、近づいて。正直、ジャブとか今、ワンツーとかは、もうそんなに効き目ないです。で、わ、こいつやりにくい、ここまでさせましょう。もうやべ、こいつやべ、めっちゃプレッシャー強えな、強えな、はい、そしたら、そう、最後、最後。で、やれるんだとしたら、例えばこうやってこうじゃない。逆に、ワトさんが後ろに俺が動かないとしたら、うわー、した方が押されてるからなんです。それを演出の選手。はい、そう、いいですね、ナイスナイス。いや、すげえ褒めるのうまいよ、日高さん。すげえ、ミット打っててもモチベーション上がるもん。何やっててもモチベーション上がる。ボディ打ってからこっちとこっち、そう、体格コンビネーション、高低差ありますよね。必ず同じとこばっかり打つんじゃなくて、ボディからのアッパー、そう、フック、いいですね。で、今度打ってこっちのボディからの逆にフック、そう、最高。この幅っていうのはドレスさんも教え方うまいよ。だからもうここからここの幅もありだし、ただドレスさんは教えるじゃなくて自慢するだから。ワド、こうだよって言って、あの、いかにドレスさん、俺がすごいかを自慢するっていうのが俺は好きなの。それ教えるじゃなくて、ドレスさん、俺の技見てえじゃん。ワド、俺の技見てみてえだから。それがね、可愛いんだよね、ドレスさん。
ここから向こう、すごく有効的だと思います。すごい日高さん、すごい勉強になるよ。これの工程がすごく必要。ついそこは頭で考えてやらない。居酒屋じゃない、焼肉屋だから。焼肉屋でみんなにジロジロ見られる。はい、わかりました。いや、どれさんが教えてるところって口挟んでくるから。はい、その後、はい、承知しました。じゃあミッドを見る？ミッドを見よう。ミッド。ミッド打ち。これかな？これかな？あ、ガードしてるけど、全く力を持つ。頑張ります。思いっきり投げます。痛くないでしょ？全然痛くない。力を入れると全然逆に痛い。はい、ガンガンって結構効きます。いい気になるんよ。オッケー、もう流して。いい気になってないよ。そう、オッケー、ナイス、素晴らしい。はい、オッケー、行きましょうか。フック、オッケー、部長。力抜いて、力抜いて、じゃあガードボディフックってステップいけますか。フックで後ろ足で斜め前にステップワン、オッケー、めっちゃ出ば素晴らしい。ペンペンパン、おー、これね、武器まず入っている。はい、ガンガン前に行く、ガンガン前に行く、ガンガン来い、はい、来い、パンパン、オッケー、これいけるな。はい、どんどん前に行く、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 来い、パンいいぞ、はい、部長、ジャンジャン、そう、部長、こっちで、そう、腰持ってくる、そう、いや、必死だよ、必死、力抜いて、腰持っていきましょう、腰で、いいぞ、素晴らしい。今度フックからナッパ、左フックからの、左アッパ、オッケー、こう構えて、近くに来ました、左フックアッパー、オッケー、ナイス、欲しい、超近距離、だから日高さん教えてる時と俺の時に距離感が全然違うの。もう俺はストレートとフック捨てましょうって言われた、あ、ストレートとジャブ捨てるよって言われた日高さんに、この日に。でもフックとアッパーだけですって、もうそれしか勝ち目がないと思って、でフットワークと、ステップ捨てますって言った。前に出て入ってこの距離でぶん殴り合うで、クリンチされた時もぶん殴り合う。もうとにかく和道さんは離れたら負けると思ってくださいっていう。はい、そう、ナイス。だからもう近距離しか教わってない。おでこがつく距離。ありがとう。パフェありがとう。優しく行きましょう。こうして。パッ。OK、ナイス。はいはい、パフェありがとう。左フック、左アッパー。次役もやるよ。そう、試合想定して。だからドルさんが教えてる時と俺のパンチ違うから。右フック、左、あ、右フック、左フック、ごめんなさい。はい、はい、バンバン、もうハッスル早く、ガンガン、腰で回します。ガードしっかりして、はい、詰めてきて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 、ゴー、バンバン、はい、ガード、他のみたいなもの、しっかりガード、はい、カモン、ゴー、いや、寝起き。オッケー、もっと早く、腰で、結構、こう踏みすぎです。ここを湿気、ポンポン。もう細かく揺らしましょう。そしたら肩がついていきます。OK、もう一度だけ。OK、素晴らしい。ナイスパン。で、ドレさんの場合だと高身長じゃん。だから距離を測るストレート系のコンビネーションを教えるの。だから人によって全然教え方違うから面白いよ。ドレさんのミット。ありがとう。風船ありがとう。いやー、言ってないね、親父には。いや、親父が出てきたら8時間走れとか、もうそういう風になるの分かってるから、俺は殺されるっていうの分かってるからね。あれ、ドレさんのミットがないな。あれ、ドレさんミットやんなかったっけ。あれ、ドレさんミットは、これヒカルくんのミットだもんな。あった、俺の後にやったんだ。ドレさんのミットだと教え方全然違うんだよね。この後か。すごいですね。喜ぶ。いやいやいや、親父の怖さを知ってるから。ワンツー行きましょうか。距離が違うでしょ。パパ、オッケー。パパ、早いな。じゃあもう少し長く行きますか。そしたら最強、もっと遠いでしょ。はい、パパと、パパ、パパ、ナイス、オッケー。ケンも行きます。パチンでいいですか。オッケー。右ストレート、左やっぱ右ストレート。パンパンパン、
右ストレート。お願い、なんだろう、お願いって。OK、 OK、 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 左アッパー少し斜め前にしましょうか。押し込みましょう。顎をストレートで角度にやって、顎の斜め前に持って後ろの方に持ってきて固定してから、ドーン。すごいよね。行きましょう。キットカットおばさんって誰？早いよね。コンビネーションいけますか？きれいだな。ストレートフックまでストレート、ストレートまず右ストレート、アッパーストレートまで一緒、それとそれとアッパーストレートフックストレート。いやこれでね、今ね10キロぐらい太ったって言ってる。これで太ったらしい。もう一回右ストレートアッパーストレートフックストレート、これだけ。ゴーシャン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 、ストレートまで。オッケー、はい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 、せーの、パン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 、せーの、はい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 、せーの、パン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 、せーの、はいはいはい、はい、ゴー、はい、シャン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 、ゴー、シャン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 、ゴー、シャンシャンシャン、素晴らしい。ノーモーションの右ストレート、シャンシャン、はい、シャン、目を持っていて素晴らしい、シャン、ゲー、シャン、右ストレート引いて、もう一回右ストレート、シャンシャンシャン、はい、シャンシャンシャン、シャンシャン、ちゃんと前に出てなくて後ろにちゃんと持っていて。綺麗だよね。光くんかな、次は、次は光くんかな。まあまあすごいよね。全部腰で肘を前に押し上げましょう。はい、そのストレート最高にいいです。はい、構えがブルースリー。フックまで行きましょうか。はい、デトロイトスタイルってやつは。OK、ナイス。よいしょ、ナイス。OK。なんだろう、映像がついてこないの。くるくるになっちゃった。なんか最近 YouTube こんなんだよね。見応えあるよね。最近 YouTube こうなるんだよね。OK、ナイス。全部腰で肘を前に押し上げましょう。はい、そのストレート最高にいいです。はい、世界7位の人に教わるってすごいよね。オッケー、フックまでいきましょうか。はい、はい、パスパス、オッケー、ナイス。よいしょ、ナイス、パスパス、オッケー。まあ、多分肘もそのままでいいですよ。パスパス、肘周りなんですか。はい、肘もうやめとこうか。よいしょ、はい、カル君強えな。ボディいけますか。普通にステップして横にステップして後ろ足蹴って OK、 ちゃんと後ろ足持ってきてボディ格闘技。いや、あのね、ドレさん本人が言ってるけど今年最後だって言ってる。ねもう打撃がついていけないから、今年が最後って言ってるね。もしプロの団体出れるとしたら、で寝技は続けるって言ってたよ。柔道はもう死ぬまで続けるから柔術の方はやるって言ってた。だからファイターとしては今年の終わりだって本人が言ってる。ネルク、そこから膝まで行きましょうか。はい、横に両手、フックパンチ、こっちも右膝、はい、行きましょうか。ジャンジャンジャン、オッケー、うん、あざしたかな、あざし、うん、ジャンジャン、オッケー、うん、ジャンジャン、もう一丁、うん、大丈夫、ジャンジャンジャン、もう一丁、うん、ジャンジャン、もう一丁、はい、うん、ジャン、そこ、2人ともさ、いいわな。はい、ダッキング、ダッキング、ダッキング、ウェービングしてもらいに来て、はい、左アッパー、左アッパー、オッケー、こっちの方が下がりやすい、こっち振ってみましょう。はい、ダン、ダン、そう、いいっすね、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。いや、わかんない、ジムはどこか。頭まで上がって、ずっと頭まで上がって。光くんすごいね。膝で、膝で全部リズムを取りましょう。はい、1、2、3、はい、1、2、3、オッケー、しっかり顔こっち、こっちを、ダン、フックアッパー、アッパー、はい、はい、はい、オッケー、顔最後こっち、はい、うちを、大丈夫、大丈夫、間違えてもいいから。はい、俺離れてますよ、離れてますよ、離れてます。日高さんのジムね、ね、サイト見たんだけど、最初の90分間は5000円だって書いてあった。最初の90分5000円で、90分のトレーニングがメインなんだけど、個人練習でパーソナルトレーニングって言ってたね。いくらだったっけな、9000円かな、90分8000円だが、日高さんに聞いてみなよ今度。プロの試合出たくないよ別に。
パンパパン。はい、じゃあ、じゃあ、ポケモン2いきましょう。パンパパン。こっちを回すぞ。はい、若津。ヒットカットおばさんって面白いんだ。リッツ勝負はつく、素晴らしい。イリヘ文学ってあれじゃん、喧嘩商売じゃん、うん、いやそれね、そういう風に相乗効果があったらいいよね。いや試合当日だよね、どうなるのか。試合当日に出せるかどうかは全てだからね。いや安いよ、うん、そうそう、ただ反応するだけでいいから、反応するだけでしっかりガードなんてできなくて、足上げるだけでいいから。なんかね、体を作るトレーニングで、キックとかボクシングはメインじゃなくて、美しい体を作るっていうのがコンセプト。寝れた寝れた、久しぶりに来てくれてありがとう。今日このまま朝まで雑、昼まで雑談やって練習行くよ。今日はたっぷり雑談やるから。反応反応、はい、それで蹴られたらすぐ蹴り返す、ローキック蹴られたらすぐ蹴り返す、絶対相手で終わんないで、蹴られたら蹴り返す、蹴り返す、蹴り返す、すぐ蹴り返す、はい、相手が蹴ってきたらどっちか、すぐ蹴り返す、蹴り返す、すぐに蹴り返す、もう相手の攻撃で終わらない、蹴り返す、すごいよね、プロって。蹴り返す、相手で終わんない、まあまあこんな感じかな、トレーニングは。まあまあこういう感じでやってますんで、もしよかったら、あの気になる人は YouTube のチャンネルで検索してみてください。あの僕のチャンネルにこの動画上がってるんで。うん。どれやかましいわっつって。まあだから練習で上手い人っているんだって、本番弱い人。でもそのプロの世界っていうのはもう本番が全てだから。極端な話、本番で出せなかったら意味ないっていう。成長したかな、どうだろう。まあね、バカみたいに走ってバカみたいにやってますよ。辛いけどやるしかないもんね。うん、どうだろうね、かなり体格では不利だからね。かなり不利だね、うん、応援してくれる人が多いとね、嬉しいね。期待に応え、やっぱ勝たないとね、勝たないと。いやいや、あの練習、 お酒一切飲んでないです。僕は酒飲まないです。あの直樹兄さんはね、あの結構練習してきてて、ストレート系綺麗だったよ、ジャブと。うん、まあね、でかい人をね倒すのは醍醐味だよね、うん、
直樹兄さん公開したね。うん、公開練習してるね。直樹兄さんのチャンネルとモンジョリさんっていうところで公開されてるかな。まあまあパンチ俺より重かったね。うん、あれもらったらやばいね。グローブはね、リングに上がってからつけられる、試合前につけられるから大丈夫だよ。うん、体重差がね結構きついよね。いや、モンジョリさんがその村野さんのジムに呼ばれてたのかな。だからモンジョリさんが撮影して、そこに直樹兄さんが映ってた。ナーボーとスパーリングしてたね。ナーボーとスパーリングやってた。余裕って感じでもなかったかな。練習してるね。うん、練習してる。まあ辰彦とかもドレさんとかも言ってたけど、あれもらったらまあまあ苦笑いしてたね。うん、苦笑いしてたね。多分なんだけどね、辰彦とドレさんは、あ、直樹兄さん勝つなっていう感じだったね。うん、負けんなとか応援してるけど、感覚でわかるじゃんそういうのって。いや、勝てますよって言うもん。余裕だったら。辰彦のところでコメント打ってたら、ちょっと予想外っすね、みたいな感じだったね。まあ、頑張りましょう、みたいな。うん、まあ、面白くなってきたよね。面白くなってきた。顔はね、もうぐちゃぐちゃにされてるからね、鼻も曲がってるし、顎もずれてるし、唇とかもバッサリ切れて、目元とかも。うん。変形してるよ。うん、原形とどめないぐらいぐちゃってるからね。わかんないよ。そのためにやるんだから。俺は勝つつもりでやるよ。うん、何パーなんだろうね。みんな何パーぐらいだと思ってんの、今のところ。わかんないよ。負けるつもりでリング上がる人なんかいないでしょ。最初から俺負けるからいいやなんて。なんか相手がね、捨て頃の日誕生日らしくて、敗北をプレゼントしようかなと思ってる。誕生日プレゼントはね、敗北ですよ。体重は相手82キロっつってたね、現在。82キロだって。まあ、俺のアンチは直樹兄さんを応援すればいいんだよ。うん、俺がしばかれるところが見たいんでしょ。ねえ、花火ありがたいですね。うん、辛かったから嬉しいよ。うん、4日間でね、4000円しか稼げなかったから。初見さんありがとうございます。来てくれて。カズンさんから。今日お世話になりますよ。よろしくお願いします。頑張ります。いいっす。腹回りが邪魔だなと思ったことありますか？いや、別に特にないっすね。うん、特にないです。
体重上げないとね、68キロだったから、さすがに68キロとね、14キロ差はねえだろ。相手が80キロオーバーだから。体重上げて、今76まで上げたから、もうこれ以上は体重上げないかな。うん。そう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 、体重差がパンチ力だから。1キロ違うだけでパンチの重さ全然違うからね。まあでもパンチ力こっちもある方だから、相手も想定外なパンチになるとは思ってるけど、パンチ力は褒められてるからね。あ、原田さん予想枠やってた？それ見たいんだけど。まあまあ戦えると思う。身長170、俺は。俺は170ジャストね。原田さんは俺のことなんて言ってたんだろう。誰か知ってる人いる？まあいいんじゃん。試合出ない人は全然、予想していいと思うよ。どっちが勝つのかっていうのは。うん。身長182かな、相手は183だか。ドルさんよりでかいね、身長は。原田さんは寄り目が勝つって言ってた。まあプロが言うんだったら勝つんでしょう。じゃあ原田さんは寄り目っつってたんだ、うん、じゃあ俺だよ。格闘、いや絶対組んだらダメなレベルでしょ。まあでも増量が終わってからキープしてる感じだから、もう3ヶ月前にはこの体重にしてたから、うん、体重はだから相手は82キロ、俺は76キロまで上げた。要は俺は8キロ増量して相手は減量中。仙道敦子さん誰だか分かんないです、ごめんなさい。ここにいる全員実は和道の負けを願ってる。なんで？あ、俺に勝ってほしくないの、うん、悔しいな、うん、直樹兄さんはだからやってたね、ボクシングちゃんと通ってるね、ジャブとストレート打って、うん、うん、そうやってた。もう見たらわかる、あの動きが、腰を入れられてるかどうかとか。負けてほしいの？なんで、うん、俺は勝つよ。勝つためになって今まで歯食いしばってやりたくないことずっとやってきたんだから、うん、なんで負けてほしいんだろう。YouTube はやってないと思うよ、直樹兄さん。そうそう、バレーボールとかやってたみたいね。まあ運動神経は悪くないんでしょ、多分。お前ら、ま、俺のこと任すの好きだな、うん、まあ勝っても負けてもネタにするしかないよ、配信者は。俺はでも勝ちたいと思ってるね。寝坊するっていう手もあるね。フォローありがとう。寝坊するっていう手もあるか。スタミナ負け、うん、
ありがとうございます。221号さん。ありがとう。あ、叩きたいのね、俺のことね。うん、俺結構繊細の方ってよく言われるかな。うん、ナイーブかもしれない。なんかさ、そうだ、ナイーブって日本人が使ってるのってさ、ピュアとかって意味で使うじゃん。純朴とかさ、ナイーブって本当の意味なんだっけな。ナイーブって日本人の使い方違うんだよ。英語だとナイーブってなんだっけな、ちょっと待ってね。ナイーブはね、英語で使い方違うんだよね。要はなんだったっけな、ナイーブがね、全然違う意味で面白かったんだよね。ナイーブは無知とか何も知らない、洗練されてない、教育を受けてない、愚直、単純、無知、未熟、戦略がない、馬鹿正直、騙されやすい。要は頭の弱い人みたいな意味でナイーブって使われんだ。そうだ、そうだから、日本人が言ってる繊細なんだねっていうニュアンスは英語にはないんだ。そう、世間知らずとかバカとか、要はなんだ、無知とか、要は頭の弱い人に使うっていう感覚なんだ。ナイーブだねって。まあ面白いよね。日本での浸透の仕方全然違うもんね。だから、そのネガティブな意味で使うんだって。よいしょ。ナイーブでありたい。体調崩せばいいっていうか、まあベストに仕上げてきてもらいたかったよね、体重を。もう何ヶ月も、2ヶ月ぐらい前、1ヶ月前には80キロで軽量クリアしてて、技術磨いて、ベスト体重で来てほしいっていうのはあるけどね。だから、こう、ね、気兼ねなくぶん殴り合いできる状況にはしてほしかったなと思うけど、なんか減量区で負けましたとか言われたら、それこそね、納得いかないよね。減量してこなかったのはお前だろうっていう。増量だって大変なんだから。繊細さがないっていう意味なんだ、本来。真逆の意味じゃねえかよ。
やっぱあれだな、ウーロン茶尿意を催すな。すごいトイレ近いわ。さっきもトイレ行ったのにもうトイレ行きたい。すげえ水飲むからさ俺。トイレ行ってくるね、ごめんね。いやどうなんだろうね、利尿効果。まあねえ、バンバン飲むからね、水もう2リッターぐらい飲むから一枠で。利尿効果半端ない。ウーロン茶飲んでるからね。なんだろうね、そのセックス、試合前のセックス問題。なんか日本人だけらしいよ、その試合の前にセックスを控える。あれ願掛けだと思うんだよね俺。日本人の要は女の人を船に乗せない、漁師にしないとか、そういうもんだと思ってて、科学的な根拠あるのかな。ハルトさん、兄さんが勝ち予想してた。なんだろう、さっきは俺が勝つって予想してたよって言われたけど、どっちが本当なんだろう。水中毒はもっとひどいでしょ。8リッターとか飲むんじゃなかったっけ。原田さん、誠司さんのセコンド。あ、そうなんだ。へえ。こいつの何が楽しくてリスナー見てるんだ。あなたと一緒だよ。あなたはもう俺のことつまんないと思って見に来てるじゃん。なんで自分のことを棚に置くのよ。こいつの何が楽しくてリスナー見に来てんだって。あなたもリスナーだからね。格闘技に限らず精液は貯めた方がパワーが出る。なんでなんだろうね。精液を貯めた方がパワーがあるっていう根拠を言う人がいないじゃん。だからセックスをしない方が
いいよっていうことは言うけど、その理由はって言った時に誰もソースを出さないんだよね。うん、何なんだろうそこは。うん、ソースはっていうのは俺は嫌いな言葉じゃないよ。ソースを Google の閲覧で頼るのはおかしいって言ってんのよ俺は。いやーもう本当に全然閲覧も稼げないし収入も稼げないし、配信でオワコンかなーとか思って。いやいやいや、腹出すぎじゃないですかって。俺あの契約さ、俺68キロなんだよ普段で。相手の体重に合わせるために増量したのに相手減量すらしてないんだよ。契約違反してんの向こうなのに、なんで俺さ失礼だと思うって言われないといけないの。233号さん違くないそれは、うん、逆に俺は契約書通りにするために相手に合わせて体重上げて、なんで怒られて向こうが体重合わせなくて、なんで俺怒られないといけないの。向こうでしょ失礼なの。最近閲覧低いね、100切るね。向こう今現段階で2キロオーバー。捨て頃出ないどれがタイトルに捨て頃とか練習相手とかアドバイスとか違うと思うんだけど、その辺どうなのよ。ああ、いや俺は別に強くなれればいいなと思ってるから、なんだろうね、あのドレさんと練習してて楽しいし、俺はだから別にいいんじゃないとは思うけど。直樹兄さんあと2キロを削んないとダメだね。俺が小さいのが悪いんだろうって。だって身長は伸びないもん、うん、ありがとう205号。あー、腰に力が入らない感じがあるんだ。へえ。なるほど。肩は軽い筋肉痛だったからもう治った。うん、ジム通ってるよ。だから所属とかない、契約、所属って契約することだから。ほら、ジム通ってますよ。そうだね、体幹が弱いから体幹強くしないとなって思ってる。まあ走ってる理由はそこなんだけど、パンチがどうしても流れちゃうからね、体幹弱いと。シルバー育成やめてない、やめてない。今忙しすぎるから、もうシルバー作ってる暇ないから、一回ね、お休みさせていただいてんの。負けるかなあ、238号さん俺が負けると思ってんだ、うん。
ああ、楽しめてないのかな。俺も今日ね、ちょっと配信始める前、配信のこと考えて、やっぱ楽しんでるやつ、努力するやつより楽しんでるやつの方が強えよなと思って。はいよ、頑張るよ。サンマ可愛いよね。和道、TJ さんの人気男性配信者ランキングに和道さんの名前が入ってない。俺が人気あったこと一回でもあった？俺の好感度の低さと人気の低さはみんな知ってるでしょ。5月は100万超えてないよ。42万ぐらい。俺は嫌われてる配信者ランキングでしょ。どうなんだろうね。見えない努力って配信者じゃないと思ってて、見せるのが配信者だと思ってるんだけど、俺は。かっこ悪いところ、汚いところ、楽しんでるところ、クズっぷり、全部さらけ出すのが俺は配信者だと思ってるから、陰で努力とかいらなくない？ああ、最近ね、凸かかってこないかんね。全然凸かかってこなくなったよね。昔は結構かかってきてたけど。嫌いな配信者の方には名前2票入ってた。ヒールっていうか、いや別に人に好かれたいなと思ってるんだけど、なんかね、こう囲われたいなと思ってるんだけど、なかなか囲われねえんだよな。囲われたこと全然ないから、羨ましいなって思うよね。叩かれてばっかりだから。はいよ、237号。いや、好かれたいよ、俺。人間だもん。嫌われるより好かれたいよ。ねえ、アイラも最近絡んでないな。俺、見下してないよ、別に。思ったこと言ってるだけだよ。本当に思ってる通りに言ってるだけ、別に見下してないよ。人のことなんか。あんまり他人に関心がないの。ただそれだけだよ。俺としてはフランクに平等に絡んでるつもりなんだけどな。誰か見下してる？俺。誰に対してそう思ってんの？もう別に見下してねえよ。光くんディスってた？なんて言ってた？光くんが俺のことディスってた？へえ。いや、閲覧300はない。250とか260とかあったけど、300はないかな。300いったらまあ、ちょっと今日調子いいな、みたいな感じ。いや別にドルさんのことバカにしてないよ。地震？いや、ないけど地震。どこ地方？地震ないよ。大丈夫よ、みんな。地震どこ？
千葉。震度4でかいね。そうか、海外なんだ。海外から見てるってリッチだな、すごいね。ね、海外か、いいな海外。俺も海外行きてえな。寄り目は悪口でしょ完全に、今日暑くなる。あ、今涼しいけどね。なんか今日すごい暑くなるから気をつけてってさっきコメントであった、のんちゃん、タバコさ買いに行きたいからさ、タバコ買いに行く間さ繋いでくんない放送。うん、ワイルドな髪型ってなんだろう。震度3か、東北部。こっちの方揺れなかったね。シャカトペンコ元気だよ、元気。ちょっと次枠15分ぐらい俺コンビニ行ってくるから、のんちゃんに任せるわ。次枠取ってからでいいから、ちょっと待ってて。かわいいじゃんそれ。何それ持ってたっけ、そんな。かわいいじゃん。いや、あと2分なの。あと1分しかない。次はかはのんちゃんに15分ぐらいちょっとトークしてもらうわ。じゃあ皆さんありがとうございました。アイテムをたくさんありがとうございます。次枠いきます。次枠すぐ取るんで、ぜひフォローよろしくお願いします。じゃあお疲れ様です。